ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。歴史上いろんな人がいるけど、子孫が絶えてしまっている人も多いわね。子供がいなかったとか、一族全員処刑されてしまったとかいろいろ理由はあるな。でもそんな話が残っているのに私は〇〇の子孫だって名乗り出る人も多いじゃない？いるなぁ。血筋とか先祖で自分を証明したいんだろうな。だけど聖徳太子の子孫だって名乗る人、見たことないのよねー。まあ昔すぎるってこともあるが、聖徳太子自体は皇族なのに、血筋が絶えてしまっているっていうのは、不思議かもな。そうそう、皇族と繋がってるなら、家系は誰よりはっきりしてるじゃない？なんで子孫がわからないの？それじゃあ今日は聖徳太子の子孫はなぜ根絶やしにされたのかについて解説していこう。それじゃあゆっくりしていってね。聖徳太子の死因。まずは子孫の話をする前に、聖徳太子自身の死について解説しよう。そういえば聖徳太子の死因って聞いたことなかったわね。聖徳太子は、皇太子という立場で推古天皇を補佐していた。622年、当時流行したとされる天然痘に感染し、日の一人である柏でのホキキミのイラ爪が亡くなった翌日に、聖徳太子も亡くなってしまった。天然痘か。当時は恐ろしい病気だったのよね。しかし、この定説に対しては、妻と一日違いで亡くなるというのは少々不自然なのと、天然痘で太子夫妻が亡くなったというのに、市中で天然痘が流行った記録も庶民に死者が出たという記録も残っていない。確かにタイミング良すぎるわねー。それに聖徳太子夫婦だけ天然痘にかかるっていうのも、変な話だわ。日本書紀には聖徳太子の死を2月5日イカルガにて法要という一文しか記されていない。しかし聖徳太子伝訳では、また違った見解があって、その日太子は日を読んで私は今夜旅立とうと思う。一緒に来るがいいと告げた。その後沐浴して身を清め、同じ寝床に入り、翌朝に二人の遺体が発見されたと書いてある。え、その言い方って、この記述から、一説には聖徳太子が両墓なんで自死を選んだ、と言われている。またそれと合わせて、聖徳太子には暗殺説が囁かれている。暗殺説？初の女性天皇でもある推古天皇は、信頼する聖徳太子と、大臣を務める蘇我馬子の協力を得て、政治改革を推進していた。しかし蘇我馬子は、この体制を快く思っていなかったとも言われている。それは、聖徳太子が台頭するまでの蘇我馬子は、常に政治の中心にいて権力を思いのままに操っていたからだ。本当は蘇我氏が権力を握って政治をするところに、聖徳太子が割り込んできた形になったのね。このままでは、聖徳太子がますます力をつけていき、蘇我氏一族の力が弱まると思ったかもしれない。そういう面では、太子を暗殺して、以前のような権力を牛耳れる体制にしようとしても不思議じゃない。実際、太子が亡くなった後、実権を握った蘇我馬子が、天皇中心の政治から蘇我氏中心に切り替わっていく。本当に蘇我氏にとって都合のいいように動いていったのか。蘇我氏、怪しいわね。しかし、蘇我馬子の太子犯人説には、状況証拠は揃っていても、しっくりいかないこともあり、まだまだ調査の必要がありそうだ。でもこんな古代に物的証拠なんてあるのかしら？疫病のように見せかけて暗殺するというなら、毒殺が有力になる。弱い毒を持って病気のようにさせ、最後はとどめの一服で絶命させる。こんなことができるのは、常に身の回りにいる身内しかいなくなる。そうね。ご飯とか飲み物とかに混ぜないと、急死したら不自然になっちゃうものね。ということは、当時4人いた聖徳太子の妃が容疑者として上がる。ここで、4人の妃を調べてみよう。聖徳太子って4人も妃がいたんだ。それも初めて知ったわ。第一夫人が氏の書いたこの姫巫子だ。離脱天皇と推古天皇の長女だから身分が高く、正妻として聖徳太子に嫁いでいる。ただ残念ながら、子供が1人もできなかった。そうなると目かけを持っておかないといけないわね。第二夫人は、蘇我とじ子のイラ爪だ。蘇我馬子の娘にあたり、母は物部氏の女性となっていて、兄が蘇我恵美氏だ。大使との間にできた長子が山城の上の王子で、皇位継承者の1人になる。すごい女性ね、物部の血も継いでいて、さらに蘇我でも馬子の娘なんだから。第三夫人は、柏でのホキキミのイラ爪だ。聖徳太子の一番愛した女性とされ、4人の奥さんの中では最も身分が低い。でもこの日が毒殺したわけないわよね。そうだ。柏でのホキキミのイラ爪は大使の看病をしながら、自分自身も病か毒に倒れ、大使が亡くなる前日に息を引き取っているからな。長期的な目で見た自殺、っていう変わった動機じゃなければ、そんなことする必要はないわよね。最後の第四夫人が、立花の王イラ爪だ。推古天皇の孫にあたる人物で、大使からすれば叔母の孫になる。推古天皇の長女に子供ができなかったので孫娘を妃に送り、何としても自分の血を継承する皇位継承者を作りたかったんだろう。
水戸天皇側にも、自分の血筋を引いた人物を好意につけたいって思惑があったわけね。太子死後、立花の大井詰が叔母の水戸天皇に頼み、太子が行く極楽の様子を刺繍にしたいと天寿国宗教を作らせている。このことで、後世に聖徳太子の妻として大きな印象を残した。政略結婚に見えるけど、聖徳太子のことを愛してたのかしら？さて、聖徳太子は毒殺されたと考えると、実行するのは身内の人間じゃないとできない。太子に最も接近できるのは、4人の妃だ。妃の1人は、太子と同じように毒殺された可能性もあるから、怪しいのは3人の夫人の誰かということになる。そうねえ。でもなんとなく怪しい人物が目につくわよ。霊夢の想像通り、動機の面から考えると、特定の人にたどり着ける。その人は、第二夫人の蘇我とじ子のイラツメだ。蘇我の馬子の娘だものねえ。蘇我とじ子のイラツメは聖徳太子の後継者となる山城の大江の王を含む、4人の子供を産んだ女性だ。それなのに夫の心は第三夫人の柏出のほききみのイラツメに向いていたとされる。嫉妬か。太子の継承者を息子に持った上に、身分も柏出のほききみのイラツメよりはるかに高いのに、後から来た若い娘に夫を奪われてしまったわけだ。今をときめく権力者、蘇我の馬子を父に持つ蘇我とじ子のイラツメにとって、かなりプライドが傷ついたことだろう。子供を産んだし身分も十分どころか、今後のことを考えれば気を使ってほしいくらいなのに、って感じかしら。しかし嫉妬心からの殺害なら、柏出のほききみのイラツメだけを殺せばことは足りる。ましてや、太子の殺害が公になれば、息子である山城の大江の王を天皇にすることもできなくなる。確かにそうね。リスクが大きいわ。そうなると聖徳太子を亡き者にしたい誰かが、蘇我とじ子のイラツメを実行犯に利用したのかもしれない。きっとその人物は太子亡き後でも、山城の大江の王を天皇にできるほどの実力者だっただろう。蘇我とじ子のイラツメを手先にしたのは誰だったの？そのまま考えると、元の権力を取り戻したい父蘇我の馬子だったと考えたいが、しかし蘇我の馬子の時代には、仏教を使って日本をまとめるのに、聖徳太子はまだまだ必要な人物だから、暗殺するには早すぎる。それに親子での暗殺は、バレた時のリスクが大きすぎる。まあ疑われるのは間違いないものね。しかしこの頃、虎視眈々と蘇我氏の権力を奪い取ろうとしていた一族がいた。水戸天皇が崩御する前から、光禄天皇から除名天皇の系統に皇位を移そうと画策していたのが中富氏だ。あ、そういえば中富氏の存在を忘れていたわね。中富の御家子の息子である中富の鎌足は、中の上の王子、つまり後の天智天皇と繋がることにも成功した。さらに後には蘇我氏を悪役に仕立て、大化の改新の際の大義名分を手に入れている。そうよね。大化の改新は蘇我氏から権力を奪うためのものだったんだものね。その後藤原氏となり、天智天皇の後ろ盾として活躍、見事に蘇我氏に代わって政治の実権を握った。そう考えると、実行犯に決定した蘇我とじ子のイラツメを操ったのは、父蘇我の馬子なのか、それとも、巧みに人を操る中富の御家子鎌足親子なのか、両方とも怪しくなるだろ。本当にそうね。いきなりのダークホースだけど、しっくりもくるわ。622年に聖徳太子が亡くなり、628年には水戸天皇が崩御した。さらにその2年前に大臣蘇我の馬子も亡くなっている。そこからは蘇我の恵美氏とイルカ親子の時代になるわけだ。でも、どうして聖徳太子って自分で政権を握ろうとしなかったのかしら？それだけ疎ましく思われていた可能性があるわけでしょ？聖徳太子が政権を握らなかったわけ。聖徳太子は、蘇我の馬子がバックアップして成立する水戸天皇の皇太子として政治を取った。もちろん馬子に協力して大和の国の近代化と国際化を推し進めている。蘇我氏も水戸天皇に聖徳太子をつけるより、聖徳太子を天皇にした方がいい気がするんだけどな。それが、古代の大きみ即位は20歳をめどに行われていたが、49歳で亡くなるまで大使の即位はなかった。その理由はこの時代に上位はなく、水戸天皇が長生きだったからだ。そんな単純な理由なんだ。もしも大使が即位していれば、その後の歴史は大きく変わっていたかもしれないわね。聖徳太子については様々に推測されている。例えば飛鳥を離れてイカルガに移った理由については、馬子と反りが合わなくなったからだとか、政治に嫌気がしたとか、仏教研究に時間を費やしたかったからなど、いろいろな説がある。ただ聖徳太子の考えには謎が多い。確かに人生には謎が多いけど、考え方はしっかりしてない？例えば、十七条憲法を思い出してみろ。二に曰く、厚く三宝を敬え。三宝とは仏法僧なりとあるが、どこにも天人地義、つまり日本の神を敬えとは書かれていない。本来、王子の立場にある大使が天人地義に触れないのは不思議だろ。そうか。だって自分たちのことは敬わなくてもいい、代わりに仏教を敬えって言ってるのと同じことだものね。
これはなぜかというと、600年に大失敗をした遣隋使のリベンジを果たすために作られた憲法だからで、大和古来のは王は天は兄とし、比を弟とするといった内容を一切カットして、最新哲学の仏教国であることを主張したかったからとも言われている。なるほど。隋に対して日本は仏教に熱い、発展した国ですよってことを、憲法でアピールしたかったのかもってことね。だから大使は皇太子の立場で仏教交流を志し、最新の技術や哲学で国家の近代化を目指したのかもしれない。大使は仏教による徳の政治を目指したから、仏教を重要視したが、アマテラス大御神以来の神も重要だった時代では、なかなか難しかった。だから大使は一家を引き連れて、イカルガを拠点とした。難しかったから政治をやめちゃおうってこと？アスカを離れて中央政治から離脱したように見えるが、大使はイカルガに移ってからも精力的に政治活動をしているから、それは違う。じゃあなんで、わざわざイカルガに移ったの？それはイカルガという地域が重要な首都防衛のための拠点であり、有事の際には出撃拠点でもあったからだ。馬子も信頼できる大使であればこそ、その重要拠点に送り出し、支援を怠らなかった。イカルガが重要な場所なの？イカルガは生駒山のすぐ東で、山を越えれば川内だ。当時そこには川内湾があり、大和川が注いでいた。日本の物流は長らく水運に頼っていたから、川船で輸送されるのが一般的だった。物を運ぶなら、川を使うのが一番早いものね。大使の時代も遠く大陸に出かける時も川船で川内湾に出て、そこから瀬戸内を進んで外洋に出た。つまり、奈良盆地から川内湾に抜ける河川は大和川しかないから、最重要な輸送路だったわけだ。そうか。人も物も川の近くが一番重要だったんだ。大和川には様々な奈良の河川が流れ込み、飛鳥川もその一つだ。飛鳥から水路をたどって大和川に合流して、そこから川内湾に出なくては大量の荷物や大勢の人を運びにくい。陸路はあったの？陸路はたった道がつけられたが、重い荷物を持って山越えをするのは大変だ。また海外からの賓客を歩かせるわけにもいかない。だから水路は重要な交通路だったし、この水路を安全に確保することは、人の安全と人流物流を守ることになる。だから聖徳太子はイカルガを選んだのか。大使はその重要拠点を確保すべく、イカルガに移ったのかもしれない。アスカとイカルガを結ぶ社交道路の大使道というのも整備されているから、いかにイカルガ地域が重要な地政にあったかということがわかる。それほど重要な拠点を、信頼できる大使が守ってくれるなら蘇我馬子も安心だったわけね。さらにイカルガに寺が多いことにも理由があったろう。一つは、最新の仏教に付随する建築技術や仏教美術、文字や哲学を学ぶ拠点キャンパスとしての寺が多かったこと。もう一つ、半築された頑丈な塀に守られた広大な砦としての役割も寺は担っていた。今の感覚ではわからないけれど、平和のシンボルのような寺でも、後の時代も軍事拠点として利用されているものね。つまり見方を変えれば、イカルガ地域は巨大な軍事拠点だったとも言えなくはない。大使が622年に亡くなっても、イカルガは相変わらず上宮を受けが守っている。大使の後継ぎの山城の上の王子が家督を継いでいる。じゃあ聖徳太子は後継ぎもいて、しっかり家を次の世代に継がせることができたんじゃない。どうして家が途絶えるなんてことになっちゃうの？聖徳太子の家系が途絶えた理由。水戸天皇が亡くなり大臣蘇我馬子もすでに亡くなって、大臣の位は蘇我恵美氏、イルカ親子に世襲される。そしてここで騒ぎが起こる。騒ぎ？法要間際の病室に、時代を担うであろう田村の王子と山城の上の王子が呼び出されるが、水戸天皇は次はあなたが即位しなさいとは言わなかった。それもそのはずで、大権力を持つ蘇我氏の意向が重要だから、水戸天皇は二人の王子に天皇となった時の注意事項を申し渡しただけだった。せっかく自分の血を継ぐ後継ぎを残したのに、大臣である蘇我恵美氏は田村の王子を次期天皇につけようと考えていたようでもある。山城の上の王子は、私が天皇から聞いた言葉と、随分違うことを大臣はおっしゃっているようだ。その時、病床にはこれこれという人がいて、皆が聞いている言葉だ。と、何度も使い王子の恵美氏に送って問い詰める。山城の上の王子は真面目な人だったのね。あまりのしつこさに恵美氏は体調が思わしくないのでと使いに会うこともしなかった。そして田村の王子が34代女名天皇として即位した。蘇我にとっては有利に働いたわけだけど、他の豪族から不満は出なかったの？有力な即位候補者が複数いた時は、必ずそれぞれ推す有力豪族が対立する。この時もそうだったが、大臣の絶対権力で女名天皇が即位したという背景もあった。それだけ蘇我氏の勢力が高まっていってたわけね。この時の大和の国を取り巻く政治環境や国際環境、豪族関係を簡単に言うと、大臣の位を親子で独占世襲する蘇我家は同族の間でも憎まれ始めているし、
朝鮮半島では蘇我氏が支援してきた百済がいよいよ劣勢になってくる。蘇我家の中でも嫉妬されるようになっちゃったのか。そして叙明天皇の皇太子は誰なのかという問題もすぐに持ち上がる。大臣だった恵美氏は自分の甥に当たる古人の王子を皇太子にしようとするが、やはりこの時も聖徳太子の後継ぎである山城の上の王子が候補に上がる。そうよね。なんせ三宅と天皇の血を継いでいるんだもの。やっぱり後継者に押す声は大きいでしょうね。上宮王家と呼ばれる聖徳太子の一族は、相変わらず重要拠点の斑鳩に宮を置いていた。そして上宮王家を尊崇し支持する豪族も数多くいただろう。そうなると皇太子だった聖徳太子の後継ぎである山城の上の王子こそ、即位せねばならないではないか、といった声も上がるはずだ。蘇我氏以外の豪族は、そっちに賛成したいでしょうね。それなのに大臣蘇我氏の横暴は目に余る状況だ。かつて田村の王子と皇位を争った時、蘇我の恵美氏殿は自分の意のままに田村の王子を皇位につけた。そして今、その皇太子に古人の王子を指名しようとしている。やっぱり後継者問題は、いつの時代も権力争いの元になるわね。641年、叙明天皇が亡くなるが蘇我の恵美氏はあくまで大賀天皇になることに反対したらしく、次の年に叙明天皇の皇后だった宝の姫巫子が天皇になってしまう。こうして山城の上の王はまたも当てが外れてしまうことになった。さらに蘇我氏の振る舞いに起こったことでしょうね。蘇我のイルカは父以上に力を振るいわがままな行いが多かったようで、山城の上の王の私有民を平気で勝手に使ったりした。さらにイルカは人々に人気のある王を目の上のコブのように邪魔者扱いにし、とうとう王を殺してしまおうと決心した。え、殺そうとしたの ?643 年、蘇我のイルカは軍隊を使わし不意に山城の上の王の屋敷を囲んで攻め立てる。王は一度は山の中に隠れ、お月の人は王に東国へ逃げて、そこで兵を集め蘇我のイルカと戦えと進めた。とりあえずこの場は逃げなさいってことね。しかし、王はこれを断り自分のために人々を殺したくない。自分の命を蘇我のイルカに与えれば済むのだと答えて家族と一緒に自殺してしまった。この事件を山城の上の王の変といい、先に不春天皇が蘇我の馬子に殺された事件に次ぐ大事件となった。じゃあ聖徳太子の子孫は、この山城の上の王の変でみんな亡くなったってこと？聖徳太子の子たちはほぼ全員死亡した。さっきのおさらいだが、今度は子供も入れて聖徳太子の家系を見ていこう。聖徳太子は4人の妻を持ち、そのうち3人との間に14人の子をも受けた。まず水戸天皇の娘にあたる氏の階段この姫巫子との間には子供はいなかった。でも他の人の間には子供がいたのよね。水戸天皇の孫娘であり、事実上軽室のような立場であったと思われる立花の大井夏目との間には、白壁の大君、手島の姫巫子の二人をも受けた。蘇我の馬子の娘の閉じ子の伊良爪との間には山城の上の王、宝の巫子、日置の巫子、片岡の姫巫子の4人の子がいる。最も愛された人はどうだったの？最も寵愛を受けた秀和とも言われ、聖徳太子と一日違いで亡くなったとも伝わる柏での北君の伊良爪との間には、初瀬の大君、咲草の巫子、愛子の巫子、麻呂子の巫子、月死ねの姫巫子、旗の姫巫子、羽鳥の姫巫子、馬屋子の姫巫子の8人の子をも受けている。正直子供の数を見ても、柏での北君の伊良爪は特に愛されていたのかもねー。この子供たちは山城の上の王の変以前に亡くなっていた初瀬の大君を除いて、山城の上の王の変において、山城の上の王ともども死に追いやられた人々の中に名前を連ねている。ただこのうち、片岡の姫巫子については、実は山城の上の王の変を生き延び、法隆寺再建に立ち会ったとする説もある。生存説がある人もいるのか。聖徳太子の孫世代のうち、山城の上の王と、その妻である月死ねの姫巫子の子は全員殺害されてしまった。二人の間に生まれた、なにわの麻呂子の巫子、麻呂子の巫子、湯気の大君、笹の姫巫子、三島の姫巫子、カビカの巫子、尾張の巫子の六人は、いずれも山城の上の王の変で父ともども亡くなった人々の中に名前を連ねている。あれ、そうしたら湯気の大君が残っているじゃない。このうち、湯気の大君は一度は逃げたようだが、後に駒大奉仕によって殺害されてしまったようだ。そうか。結局逃げ切れなかったのね。聖徳太子の子供って、山城の上の王と月死ねの姫巫子しか結婚してなかったの？結婚していたのがこの二人だけというはずはない。山城の上の王の変以前に病没していた初瀬の大君は、叔母にあたる里見の姫巫子との間に桂木王立ち布の姫巫子の二人を設けていたことがわかっている。じゃあその二人はもしかして、この二人に該当しそうな人物は、聖徳太子殿補欠期内における、山城の上の王の変に連座して死亡した人々の中にはいない。しかし幼児死亡率の高い時代でもあるから、この二人が共に幼児のうちに死亡した可能性もあるし、生き延びた可能性も少なくはない。
確かにそもそも生まれても、なかなか長生きできない時代よね。でも父の初瀬の大君がすでに死亡していたのなら、山城の大江の王の近くではなく、母方の里見の姫巫子の手元で育っていただろうから、山城の大江の王の変に巻き込まれなかった可能性が高いぜ。他にはいないの？葛城王、立ちぬの姫巫子のことは詳しくわからないが、実は天智天皇こと中野大江の王子の別名が葛城の巫子であること。中野大江の王子の母斎明天皇とその弟である光徳天皇の父が知能王という名前なんだ。え、それじゃあ、この二人こそが中野大江の王子とその同母妹である光徳天皇皇后橋人の姫巫子ではないか、という説がある。さすがに飛躍しすぎかもしれないが、もしも本当だったとしたら、現代に至るまで皇室に聖徳太子の血が流れていることになる。じゃあ聖徳太子の子孫はほとんど殺されたけど、生き残っている可能性もあるってことね。聖徳太子の子孫のうち、山城の大江の王とその妻である月姫の姫巫子の血筋は断絶したようだが、初瀬の大君などの血筋は現代まで続いている可能性がある。また、片岡の姫巫子は、聖徳太子の子供の中では、唯一山城の大江の王の変後も生きていた可能性があるってことだな。じゃあ聖徳太子の子孫は皆殺しにされ、断絶しているとまで言い切れないんじゃない？しかし、なぜか現代に至るまで、聖徳太子の子孫だと表明している人物は全くいない。例えば聖徳太子の同母弟である陽明天皇王子久米の巫子の子孫は、奈良時代に供養になっていることがわかるが、なぜかその時代であっても、聖徳太子の末裔だと名乗っている皇族はいない。どうしてかしら、滅ぼされた一族とはいえ、血筋は確かなんだから、自分が皇位につく時の正当性を主張するのとかに使ってもいい気がするのに、聖徳太子の子孫がいない理由。一般論として、新興勢力の豪族たちは箔をつけるために名門氏族の名を語ることが多々ある。しかし、聖徳太子の末裔というブランドに力がなくなってしまったため、聖徳太子の自称末裔を語る豪族は現れることがなかった。子孫がどうなったかとはいえ、日本の歴史を刻む功績を残したのに、なぜそんなことになったの？聖徳太子は両親とも皇族であり、さらに歴代天皇とも血縁の濃い、名門の家系に生まれた。様々な国政を敷き、新しい日本を作った輝かしい功績があるのに、30代になったばかりのまだ若い聖徳太子は政治の世界から身を引き、奈良県のイカルガに引きこもっている。やっぱりイカルガに引っ込んでしまったのが大きな理由なのかしらね。さらに太子の死から約20年後、太子の子供で皇位継承者だった山城の大江の王らが、蘇我のイルカの襲撃を受けて自決をし、これで聖徳太子の血は途絶えてしまった。悲劇じゃない。ますます利用できそうな気がするけど、だが聖徳太子の血統を利用することは、若くして朝廷から退いて孤立した皇族というイメージが先行して、自分たち一族のデメリットになってしまう、という考え方になるんだ。そういうことか、聖徳太子も早くから隠遁しちゃったし、子孫たちも自害しちゃうなんて、あまりいいイメージじゃなくなっちゃうのね。だから、自称聖徳太子の末裔という人は存在しないということになった。そうしたことで、当然現代においても、聖徳太子の末裔と言われる子孫が誰もいない、ということになっている。なるほどねー。むしろ歴史的な出来事が、聖徳太子の子孫ということのイメージを悪くすることになったのね。聖徳太子は朝廷から遠く離れたイカルガの地に住んでいたが、これは実は失脚していたからでは？という説もある。聖徳太子の死にも謎が多く、日の一人であった柏での北君のイラ爪と同日、もしくはわずか一日違いで亡くなっていることから、自害したという説もあるそうだ。イカルガに引っ込んで、挙句に自害。っていうのは、確かに聖徳太子が政治に負けた感じに見えるわね。もしも聖徳太子の子孫がわずかでも残されているとしたら、彼らはその生まれを隠したのかもしれない。それには聖徳太子、そして山城の大江の王の死などにまつわる多くの謎が関わっているのかもしれないな。そうね。もしかしたら生まれを隠した方がいい事情が子孫にあったから、聖徳太子の子孫だと名乗れなかったのかもしれないわね。聖徳太子自体が謎の多い人物だからこそ、こういういろんな説が出てくるんだろうな。それは言えてるわね。聖徳太子の死因自体が謎なんですもの。だから、もし子孫のことが詳しく分かっていったら、今までの説が覆るようなことが起きるかもしれないぜ。そしたら、また聖徳太子が歴史の教科書に復帰するかもしれないわね。ゆっくり霊夢と。ゆっくりマリサだぜ。私くらいになると、先祖が歴史上有名な人物でもおかしくないんだけど、どう思う？霊夢くらいだと、かの有名なゾウリムシくらいが妥当だろうな。単細胞生物が何回細胞分裂したら私に行き着くのよ。一回で、霊夢が思う自分の先祖は誰なんだ？聖徳太子とか、宮本武蔵とか、前田慶次とか、どうして見事に子孫がいない人物だけを挙げるんだ。そうなの？だったら、豊臣秀吉。秀吉もいない。そんな、
秀吉なんて、ガンガン子供作ってそうなのに。秀吉にどんな印象を持ってるのか知らないけど、違うんだぜ。それじゃ、今日はどうして秀吉の子孫がいないのか解説するぜ。ゆっくりしていってね。誰しも豊臣秀吉は名前くらいは聞いたことあるだろうけど、一応、簡単に経歴を紹介するぜ。確か農民の出身で、猿って呼ばれたんでしょ？だから子供がたくさんいると思った。なんで？猿みたいにやりまくって。こら。猿ってのは、秀吉は身長140センチと背が低くて、顔が似てたことから、織田信長がつけたあだ名だ。猿以外のもハゲネズミってのもあるぜ。明智光秀も金貨頭って呼ぶし、ハゲいじり好きなんだね。1537年に今は愛知県の尾張国で生まれて、霊夢が言った通り父親は農民だとか、足軽とも言われてるぜ。1554年にまだ木下藤吉郎って名前の時に信長に仕えるんだ。道理を懐に入れて温めたって話はこの時？そうだぜ。それで信長がすごく喜んだらしい。確かに、私も靴を懐で温めてくれたら。ごめん、微妙かも。道理以外にも、秀吉が人の心をつかむに長けていて、人たらしって呼ばれるのがわかるエピソードはいくつもあるんだ。戦の最中に、敵味方関係なく熱所で苦しむ負傷兵に農家から買った菅傘を配ったりな。敵に塩を送るみたいなものね。性格が良いだけじゃなく仕事もできたから、どんどん成果を上げて、信長の下で頭角を現していった。そんな中、1561年に浅野長政の養女ネネと結婚をするんだ。当時は策略結婚が多かったんだけど、珍しく恋愛結婚だったそうだぜ。相手の秀吉は農民出身でしょ？反対されなかったの？大反対されたそうだ。秀吉が出世した後も、認められなかったらしいぜ。1572年に羽柴秀吉に改名、その10年後に信長は本能寺の変で撃たれてしまう。黒幕が秀吉なんでしょ？そういう説があるな。信長が京都で撃たれた時、秀吉は中国地方にいたんだ。訃報を知った秀吉は京都に走るんだけど、事前に準備をしていなくちゃ到底無理な速度で到着したんだ。それに、訃報を知ったのも、捕まえた怪しい奴が持ってた密書で偶然に知ったっていうからな、出来すぎてる気がする。だから、明智光秀が信長を撃つのを事前に知ってたんじゃないかって思われてもおかしくはないな。本当は私が黒幕だけどね。まだ遅くない、実しろ。信長の死後、秀吉は信長の後継や家臣との勢力争いに勝ち、晴れて天下統一を果たしたんだ。農民から天下統一するまでになるなんて、かなりの成り上がりよね。いや、秀吉の出世はまだ終わらないぜ。1585年に関白に、翌年には太政大臣になったんだぜ。この時から豊臣秀吉と名乗るようになったんだ。それって天下統一より偉いの？ああ、関白は天皇の政務の補佐をする役職、太政大臣は朝廷の最高位の役職だ。だから、天皇の次に偉い地位まで上り詰めたってことだな。ちなみに信長は太政大臣のもと、左右大臣の左大臣についてた。すごい私も。無理だ。その後、刀狩りや朝鮮出兵をし、1598年に62歳で亡くなったんだ。さて、地位も名誉もトップに輝いた秀吉だけど、残念なことに、ネネとの間に子供は恵まれなかったんだぜ。ネズミなのに？ああ、ネズミ算方式には増えなかったな。一説によると、幼少期にかかったオタック風邪が原因で、子種がない体になったらしい。でも、南殿と呼ばれる側室との間には子供ができたんだ。愛人ってことね？違うぜ。当時の身分の高い人は子孫を残すために、多妻制みたいなとこがあったからな。側室は第二夫人みたいなもんだ。秀吉はその側室が11人いたとか20人いたとか言われてる。そんなに、やっぱり猿じゃないの。最初にできた子供は石松丸。詳細は分かっていないけど、秀吉が37歳の1574年頃に誕生したらしい。秀吉は大喜びしたでしょ？ああ、ネネと結婚して13年間、子供ができなかったからな。今でも伝わる滋賀県の引山祭は石松丸の誕生をお祝いして始まったそうだから、祭りをするくらい大喜びしたってことだろうぜ。だが、喜びもつかの間、石松丸は1576年に亡くなってしまった。あら、このままでは自分で家が途絶えてしまうから養子を取ることにしたんだ。男子7人、女子5人を養子に取ったんだけど、中には信長の子供や、秀吉の姉友の子供が含まれてるぜ。ネネさんも養子だったよね？養子っては当時は頻繁にあったの？そうだな。戦国時代では勢力や領地を維持するため、他の大名と同盟を結ぶのに養子に出したりして、子供を利用するのは普通にあったな。しかも養子に出されて、そこからまた養子に出されたりなんてよくある話だ。秀吉の姉の子の秀次なんかは、最初は浅井長政の家臣、宮部敬淳の人質になってそのまま養子になり、三好安市長の養子になって、秀吉の養子になったからな。人質から養子って、今の感性で考えると異常よね。この秀次はその後、悲しい結末が待っているが、それはまた後で。さて、子供が早くに亡くなり、養子を取った秀吉だけど、1589年、秀吉が53歳の時にまた子供ができたんだ。相手はまた側室？ああ、側室の名前は淀殿。
浅井長政と信長の妹との間に生まれた女性だ。1588年に側室になって、翌年に子供ができたことになるな。今までできなかったのに、なんか、変な疑いを持っちゃうわ。まあ、そうだな。実は秀吉の子供じゃない説があるな。相手は淀殿の幼馴染の大野修長だったり、石田三成じゃないか、なんて言われているが、今回は淀殿を信じて秀吉の子供として紹介するぜ。オケ。最初に生まれたのは鶴丸だ。秀吉は53歳だから、当時ではかなりの高齢での子供だし、血の繋がった後継者の誕生に狂気乱舞したって話だぜ。石松丸が幼くして亡くなったからか、長寿を願って捨てって名付けた。は？なんでそんな名前付けるの？捨て字はよく育つって言われていたから、健康に育つようにそう名付けそうだ。その後、鶴丸って名前を変え、淀殿と大阪城で暮らしたんだけど、体が弱かった。秀吉は全国の神社仏閣に祈祷を命じて、名医を集めたんだけど、惜しくも3歳で亡くなった。二人続けてはしんどいわ。そうだな。悲惨に暮れていただろうが、1593年に秀吉が57歳の時にまた側室の淀殿との間に子供ができたんだ。名前を秀頼という。え、また、淀殿？秀吉は背が低いのに、成長した秀頼は197センチあったみたいだけど、考えないようにしよう。秀吉は同じ悲劇を繰り返さないため、一旦子供を捨てた形にして、家臣の松浦重政に拾わせたそうだ。民間伝承にケチをつける気はないけど、なんか滑稽ね。この時には養子の秀次に関白の座を譲って太后と名乗っていた秀吉は、次の関白には秀頼をって考えたんだが、それがさっき言った悲しい結末につながる。まさか養子と実子の家督争い？直接争ってはないな。秀頼誕生の2年前に秀次に関白を譲ったのが早計だったかな、なんて秀吉が思い始めてしまったんだ。そこから秀吉と秀次の関係が悪化してしまい、秀次は謀反の疑いをかけられたんだ。そして関白の職は奪われ追放されてしまった挙句に、1595年に女性も子供も一族ともども切腹させられてしまうんだ。人たらしはどこに行った？実際に謀反があったのか、実は黒幕がいたのかなんて説はいろいろあるし、本当のことはわからないぜ。秀頼は今までの子供と違って幼くして亡くなることはなく、秀吉のただ一人の後継ぎとして成長をするんだ。1598年に秀吉が亡くなると、家督を継いで大阪城に入った。秀吉も安心して眠れるね。あれ？今回は秀吉の子孫がいないって話じゃなかったっけ？まあ、最後まで聞けって。秀吉の死後、豊臣家の権力は失われていて、関ヶ原の戦いで勝った徳川家康が幅を利かせていたんだ。猿でハゲネズミの後に来るタヌキね。そうだな。しかも本来なら、秀吉の死後、秀頼がトップの座につくはずだったんだけども、家康は策略によってその座を奪ったんだ。策略の一つが、秀頼は結婚するんだけど、相手は家康の孫の千姫だ。つまり家康がマウントを取るための結婚だったりする。そうか、秀頼から見たら、義理のおじいちゃんになるのか。それは逆らえないね。だが家康と秀頼は仲違いをして、大阪の陣って戦が勃発。大阪城まで攻め込まれた秀頼星は城から脱出するけども、家康軍に包囲されたんだ。一緒にいた大野修長は千姫の身柄と引き換えに秀頼の除名を嘆願したって話があるぜ。星って淀姫も？しかも、その大野って人、淀姫と噂があった人じゃないの？多分、上司とその母親の命を守ろうとしただけだ。しかし願いは届かず、秀頼たちは自害することになり、1615年に豊臣家は滅んでしまったんだ。秀頼には子供はいなかったの？いや、いたぜ。千姫との間にはできなかったんだけど、側室との間にはできたんだ。今度は大丈夫でしょうね。親子二代で騙されてるなんて。秀頼の子供に関しては変な噂はないから安心しろ。秀頼に子は三人いて、二人が男子、もう一人が女子だ。長男の国松は1608年生まれ、豊臣家が滅んだ時には8歳だった。乳母と一緒に逃げたけど捕まり、市中引き回しの刑に遭い、斬死され、晒し首の刑にあった。8歳の子に何してんの？そして女の子。名前をナー姫と言って、この子も捕まるんだけど千姫の除名で、出家することを条件に命は助かったんだ。それじゃその子が豊臣の血を引く、って出家したなら子供はできないか。もう一人の男の子もそうだ。子供はいなかっただろうな。だから現在、秀吉の血を引く人間は誰一人いないぜ。なんでだろうね。幼い国松くらい残してもよかったと思うんだけど、最高の地位まで上り詰めた豊臣家だ。家臣はたくさんいただろうぜ。国松を残しておけば、その家臣たちが国松を担いで、最高を狙い戦が起こるかもしれない。そもそも家康は豊臣家が自分たちに仕えてくれればそれでよく、滅亡させるような戦はしたくなかったそうなんだ。だから、戦の火種を潰すため、秀吉の血を根絶やしにするしかなかったのかもしれないな。争いにならないようにか。わからなくもないけど。でも、実は国松は生き延びたって話があるんだぜ。来た。歴史上の人物全員にありそうな生きてた説。秀吉の妻ねねの父親の家系で木下家ってのがあるんだ。その19代当主によると、国松は薩摩に逃げ延びたって口伝を一子相伝で受け継いできたそうだぜ。
一子相伝って言うと、北斗神拳みたいなやつね。若者に通じないネタを持ち出すな。国松は二代目当主の弟、信義として新たな人生を送り、藩主にまでなったそうだ。1658年の参勤交代の時に急逝したんだけど、位牌にはちゃんと豊臣と国松って文字が刻まれてるそうだぜ。当時、豊臣の名前を使うことは禁じられていたのに、位牌に残すってことは、意外と本人の可能性があるよな。それが本当なら、家康はどこかの子供を国松に見立てて、処刑したってことか。だったら今でも脈々と秀吉の血はどこかに受け継がれてるかもしれないね。そう考える方がロマンがあっていいかもな。ちなみに、秀吉の血ではなく、その姉友の血は霊夢も知ってる人に流れてるんだぜ。え、私だった？違うから。友の子供で秀吉の養子になった秀勝っているんだけど、秀勝は浅井長政の娘を得と結婚。二人の間には貞子が生まれ、後に観光は公家の九条忠秀に嫁ぐんだ。九条家の家系を振っていくと、九条節子、つまり大正天皇の皇后が登場するんだ。それじゃ、天皇陛下には豊臣の血が流れてるってことだ。そういうことだ。さて、これで秀吉の子孫についての解説は以上だ。どれだけ出世しても、自分の血筋が残らないのは残念よね。まあ、秀吉の場合は亡くなった後、豊臣家は一大名にまで落ちたけどな。それでも私みたいなのが出てくるかもしれないし。だったら滅びた方がいいかも。さて、もう一回歴史の本を読んで私のご先祖を探そうかな。誰も霊夢の先祖にも子孫にもなりたくないだろうな。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。本能寺の変はやっぱり戦国時代最大のミステリーよね。そうだよな。未だにいろんな憶測が出てて、それを追うだけでも面白いよな。そういえば首謀者側の明智光秀って、結局天下を取らずに亡くなったのよね。三日天下っていうくらいだし、死因もいろいろ言われているけどな。え、それもはっきりしてないのか。じゃあ、明智光秀の奥さんや子供はどうなったの？やっぱり処刑されたの？そうとも限らないぜ。でも悲惨な運命をたどった人ばかりではあるな。それじゃあ今日は残酷すぎる運命、明智一族の末路について紹介しよう。それじゃあゆっくりしていってね。本能寺の変と光秀の最後。明智光秀は、本能寺の変の首謀者としてよく知られている。天正10年6月2日の早朝、光秀は軍勢を率い本能寺を襲撃した。少ない友回りと本能寺に宿泊していた織田信長は抗いきれずに自陣。天下平定を目前にしていた信長を討ち、天下の情勢は光秀有利に傾くかに思われた。ここで一気に光秀が勢力図のトップに躍り出たんだものね。しかし、光秀は信仰の深かった有力武将たちの味方を得られず、目論みが大きく外れる。そんな中、中国地方で毛利氏と対峙していた豊臣秀吉が、毛利と急遽和睦を結び、信長の弔い合戦を挑むため、大軍を率い京都に引き返してきた。これが中国大返しだな。とんでもないスピードで秀吉が帰ってきたのよね。こうして天正10年6月13日、光秀は秀吉と山崎で激突する。しかし、秀吉軍約4万人に対し、光秀軍は約1万数千人余り。頼りにしていた武将たちからの援軍を得られず、兵数で圧倒的に劣っていた上に、秀吉の軍勢が想像以上に早く中国地方から引き返してきたため、光秀はあえなく敗北した。秀吉にとっては仇討ちでもあるし、自分がトップに立つチャンスよね。光秀の軍勢は撤退を始め、光秀は自身の居城である坂本城を目指した。しかし敗走する光秀はその道中、現在の伏見区小栗あたりの山中で、落ち武者狩りに襲撃された。落ち武者狩りってことは、相手は農民とか下級武士だったんでしょうね。竹槍か、または錆びた槍で腰のあたりを突き刺され重傷を負い、その傷が元でそのまま亡くなったとも、逃げることが不可能と判断し自害したとも言われている。自害説と負傷による鹿で分かれているのね。解釈は共に敗走していた明智家の重臣溝尾重友が務めた。そして、光秀の首は近くの竹藪の溝に隠したと伝わる。しかし後に首は発見され、晒し首となった。でもよく生存説が囁かれるわよね。光秀は本能寺の変後に山崎の戦いで敗れ、その敗走中に落ち武者狩りに襲われなくなった。一方で、光秀は山崎の戦い後も生きていたとする生存伝説も残されている。その代表が、徳川家康の側近だった僧侶南光坊天海が、生き延びた光秀と同一人物なのではないかとも言われている。これ面白い説よねー。この説が出たのはいろいろ理由があるが、家康が祀られている日光に明智平という地があり、その地名は天海が名付けたとされている。天海のお墓が、光秀の居城であった坂本城の近くにある、などが根拠となっている。本当かどうかはわからないけど、そういう話が伝わったり、現在でも語り継がれているのは面白いわねー。じゃあ次は光秀の妻子がその後どうなったのかを見ていこう。実はこれも真偽が分かれていてよくわからないんだ。どういうこと？後に秀吉のおとぎ衆大村優子によって書かれたこれ等大事記には、光秀の妻子の最後は、
坂本城で光秀の死の報を聞いた娘婿の秀光は、光秀の妻子及び自身の妻子を刺し殺し、その後城に火をかけて自害したと記されている。悲しい話ね。一方、信長と親交があった宣教師のルイス・フロイスも著書日本史の中でこの件に触れていた。内容を要約すると、秀吉の軍が坂本城に到着した頃には城内の多数の者が逃れた後で、残っていた親族のうち婦女子は秀光によって殺害された。秀光は火を放って切腹して自害した。ふんふん。その時明智の男子西も亡くなっていて、二名ともヨーロッパの王子を思わせるような上品な子供たち。長男は13歳であった。と残されている。光秀の実子は女子と男子二名が坂本城で亡くなった、ということね。さすが智将と言われた光秀の子だけあって、賢そうだったっていうのは切ないわ。なんとなく二つの証言を見ていくと共通していく部分があるんだが、子供の数や名前などがはっきりとわからない。そうよね。戦国武将の子供で、名前がわからないっていうのも変な話よね。さらに細かく見ると、光秀の子孫にはそもそも謎が多いことがわかる。ここからはさらに細かく光秀の子孫のその後について見ていこう。光秀の母おまき。光秀の母はおまきという女性とされているが、生前における活躍は全く資料に残されておらず、言ってしまえば実在したかどうかさえ不明だ。そんなことある？一応、出自を確認できる資料としては、江戸時代後期から編纂が行われた俗文書類中に収録されている明智系図がある。ここで、おまきの方は若狭の国の守護若狭武田氏の一族出身であると記され、彼女の兄にあたる人物が武田義澄だった。若狭武田氏っていうのは、武田信玄の甲斐武田氏の分家ね。もし本当に光秀の母が若狭武田氏の出身であれば、光秀も名家の一族だったってことになるんじゃない？ところが、この明智系図という資料には、明らかに不審な点がいくつも存在する。例えばこの資料によると、光秀の出身年は享禄元年、つまり1528年とされているんだが、おまきの方の兄、つまり光秀の叔父にあたる武田義澄の出身年は1526年になっている。それだと光秀の後におまきが生まれたことになっちゃうわねー。もちろんそもそも武田義澄の出身年が間違っている可能性だってあるが、それはそれでおまきの実在を裏付ける証拠がなくなってしまうわけだ。要はおまきの方が光秀の母であるということを証明できないのか。光秀の母に関して唯一と言っていい逸話が、八上城攻めの際に貼り付けとなったエピソードだ。これが記されているのが、遠山信春が書いた軍記物創建記だな。なんて書かれているの？光秀の丹波攻略は5年以上かかった。その大仕事の最初と最後に関わっているのが八上城を本拠地とする旗野秀春だ。当初、旗野秀春は光秀の軍の一員として動いていた。それが黒井城攻めに際して突如裏切ったため、光秀は敗走することになってしまう。かなり厄介な存在だったわけね。それが丹波攻略も終盤になり、天正7年5月18日に八上城攻めで再び旗野氏と対峙した。またもや旗野秀春らの二兄弟の激しい抵抗により戦は長引く。そこで光秀は和議を申し入れ、信長に従うのであれば本領と地位は安堵しよう。その証として母を差し出そうと、光秀の母おまきが八上城へ送られた。母親を人質にしたってことか。それと入れ替わるようにして、旗野兄弟は和議のために光秀によって安土へ送られたが、信長は約束を破って旗野三兄弟を貼り付けにしてしまう。これを知った八上城の旗野の家臣らは激怒し、人質のおまきを貼り付けにして殺害。光秀はこの件の復讐のため数年後に本能寺の変を起こしたのだ、というのが創建記の内容だ。あ、これなら光秀が信長に恨みを持った理由もわかるから、いい説なんじゃないの？一方、同じ内容が記された江戸時代中期の逸話集定山記談には、母を人質に差し出したのは光秀の謀略であったと書かれている。謀略ってことは、母親が処刑されるのはわかっていたってことか。よく知られる常識人で愛妻家という光秀のイメージからは想像できないわね。創建記の逸話は、この母の死を本能寺の変の動機として結論付けている。おまきが人質になっていると知りつつ、信長が旗野三兄弟を処刑したというなら恨みに思われても仕方ないように思われるが、そもそもおまきが貼り付けになったという逸話は史実なのかがわかってない。どういうこと？母を見殺しにされた恨みで光秀が謀反を起こしたっていう説を否定する根拠が、本能寺の変の日付だ。本能寺の変は天正10年6月2日の未明頃、実は光秀の母が貼り付けになった日も同じ6月2日だったと言われている。じゃあ本能寺は関係なくなるわね。しかし、信長後期には旗野三兄弟が安土に護送されて処刑されたのは6月4日だと記されている。光秀の母おまきが処刑されるのは旗野三兄弟の処刑が八上城に知らされてからのはずだから、おまきの死は6月4日以降となる。命日とも関係ない時期になっちゃうわね。
信長後期の内容に触れたが、そもそも光秀の母の話は信長後期には何も書かれておらず、前後の記事にも記述はない。むしろ、信長後期の記述から見えてくるのは、人質の差し出しなど不要だったのではないか、ということだ。そもそも人質を出したっていう事実はなかったってこと？八上城で籠城する兵の中には、すでに餓死するようなものもおり、最初はその辺に生えている草木を食べて上を忍び、後には牛馬を食べ、耐えきれなくなると計画もなく無理やり出撃し、明智軍はそれをことごとく切り捨てた、という記録が残っている。それじゃあ旗の頭旗を上げるのは時間の問題ね。そうだ。光秀があえて母を人質に差し出す必要などなくなってしまう。これは後世に伝えていくうちに、脚色されたものなんじゃないかというのが最近の説だ。じゃあ創建記の方は？創建記のエピソードは面白いものではあるが、創建記自体の成立は江戸時代に入ってからだから歴史書としては信憑性がない。これを本能寺の変の動機と考える研究者はいないそうだ。なんだ。せっかく戦国最大のミステリーを解決する糸口が見つかったかと思ったのに、なかなか真相にたどり着けないから、未だに盛り上がっているんだぜ。さて、光秀には妻ひろことの間に三男四女があったと書かれているが、実際には三男三女を資料上で確認できる。他にも光秀には子供がいるようだが、系図等の記載だけしかない。子供の数や名前がはっきりとわからないって言ってたものね。そうだ。わからないことだらけが続くが、次は光秀の妻について紹介しよう。光秀の妻ひろこ。ひろこが生まれたのは享禄3年説と天文3年説がある。このため、おおよそ1530年代の前半に誕生したと考えられている。すでにわからないわけね。出自は妻木氏とされている。妻木家は、明智家と同様に美濃の国守護を務めた時氏にルーツを持つ一族で、彼女の父親については二人の人物が候補として挙がっている。時氏なら明智家とも近いから、それは納得ね。彼女の名前は妻木ひろこまたは明智ひろことして知られているが、この表記はひろこの生前に用いられていたものではない。ん？じゃあなんて呼ばれていたの？そもそも戦国時代は、現代流に名字プラス名前で人物名を表現するスタイルは男性に限られていて、当時の女性は〇〇殿の〇〇の方〇〇姫といった名称が付けられていた。ああ、平安時代の女の人と同じね。正式じゃなくて、みんなニックネームみたいなもので呼ばれてたのよね。ひろこが光秀といつ結婚したのかは分かっていない。しかし、戦国期の慣例に照らし合わせれば、10代のうちには夫婦の関係にあったと推測できるから、1540年から1550年あたりでないかと考えられる。そうよね。昔は結婚が早かったから。伝説によれば、ひろこは美しい女性であったにもかかわらず、婚姻前に放送、つまり天然痘を患ってしまい、顔に跡が残ってしまったとされている。当時は天然痘は一般的な病気だったのよね。伊達政宗も天然痘によって視力を失っているし、こうして顔に跡が残ったひろこと光秀の婚姻は前途が危ぶまれたが、光秀は彼女の後を追い返さず妻にしたと伝わっている。光秀、素敵。ひろこの出自は光秀にとって同郷の妻木家であったため、外見だけでなく内面的な魅力を光秀が大いに理解していた可能性はあるだろうな。小さな頃から人柄とかを知ってたから、顔の美醜を気にしなかったのかもね。また、光秀が攻められた際に身重であったひろこを背負って越前へと逃げ延びたという逸話や、諸国を放浪する光秀を支えるべく自身の髪を打って夫を経済的に支えていたという逸話も残されている。とっても仲のいい夫婦だったのね。また光秀のイメージが良くなったわ。結婚後、光秀の名前が世に出るのは、足利義昭を奉じて京都に上洛した1568年だ。この時光秀は義昭の家臣であり、細川藤隆と共に信長と知り合う機会を得て、その後、義昭と信長の取り次ぎ役をこなしていくうちに織田家になびいていくようになった。幕府と朝廷の橋渡し役ね。そして1571年の比叡山延暦寺の焼き討ちで大活躍した光秀は、近江坂本に信長から領地を与えられた。当然、ひろこも共に移り住んだことだろう。じゃあこの頃に織田家の家臣になったのかしら？明確ではないが、光秀が正式に織田家の家臣になったのはこの頃だろうな。当初は蜜月だった義昭と信長の仲が徐々に嫌悪ムードとなり、この71年から73年頃には義昭が全国の諸将へ向けて織田信長を討て、という命令を出している。そうか。信長と義昭の仲が悪いってことは、光秀はどちらかにはついているはずね。そして1573年に牧島城の戦いがあり、信長は京都から義昭を追い出した。この以前から光秀が信長の元で働いていたのは間違いなさそうだが、この戦いで足利から織田へと移ったんじゃないかな。そうね。義昭についていたのなら、光秀の活躍はここで終わっているはずだものね。
ちなみに、1568年以前の光秀は、斎藤道三の側にいたとも伝えられている。道三が長良川の戦いで息子の斎藤義達に敗北すると、光秀も斎藤家から越前へ逃れることになり、そこで細川藤隆と親しくなったと言われている。こう見るとつくづく光秀も主人がコロコロ変わって大変だったわね。ひろこを深く愛していた光秀は側室を設けなかったとも伝わっている。しかし、注目しなければならないのは、上記のエピソードはどれも軍記物や二次資料が失点で、創作の可能性が高いという点だ。まあ後世の作品とかだと、どうしても話を盛ることがあるものね。そもそも出自や故障さえはっきりしていないひろこだから、逸話だけが一人歩きしているのも不自然ではある。さらに、一途な愛を貫いたとされる光秀の女性関係だが、それを否定する可能性を示す資料もあるんだぜ。そうなの？当時の供養吉田兼美が記した兼美狂記を見てみよう。これによれば、天正4年に、光秀は大阪を攻めている陣中で病にかかる。筆者の吉田兼美は神職にもついていたので、彼が病気治癒の祈祷を担当した。神職だから、そういう仕事もしてたのか。病はかなり重度とされていたが、祈祷の甲斐あってか、無事解放に向かう。そしてその同年にはひろこも病に倒れたと伝わっている。ひろし子と光秀は仲のいい夫婦だったんだから、看病してる時に病気が移ったってことはないの？他の資料とこの記載に関連する内容を突き合わせていくと、実は、明智光秀には、二人以上の妻や側室がいたのではないか？と考えられる部分もある。どうして？西行寺の過去帳に天正4年11月7日に明智光秀室妻死去という記載がある。しかし兼美狂記では同年10月24日の時点で病気が快方に向かっていることが書かれているんだ。じゃあひろこは10月に病気が治ったけど、それが11月に病状が急変して死亡したってことになるんじゃないの？しかし兼美狂記では10月の時点でひろこの病状を詳細に書き残しておきながら、11月の死については一切触れてないんだ。それはちょっと不自然ね。病状が急変して亡くなってしまうことも、当時では珍しいことではないだろう。だがそれぞれの病気が、もしも、二人以上の別の女性を指し示していたらどうだ？光秀に側室がいた可能性が出てくるってことね。ひろこの死期についての矛盾も、光秀に側室が存在したと考えると解決できる。二人の妻を想定すれば死期が二つあることも説明ができるし、出自の不明瞭さにも納得がいく。なるほど。そして、この二人の妻説を裏付ける、もう一つの根拠がある。それは光秀の子として知られる人物たちの母親がはっきりとは分かっていないという点だ。ああ、そういえば子供の数とかや名前がはっきり分かってないんだったわね。光秀とひろこの間に生まれた三男四女が確実にひろこの子であるという根拠はない。そうなると光秀が側室や前妻をめとっていた可能性もあるし、理論上は複数の妻を迎えていても矛盾が生じない。それどころか、ひろこに関する矛盾も解決できちゃうわけか。でもせっかく愛妻家のイメージで株が上がってたのにな。この説に関しても明確な根拠は存在しないから、残念ながら真相を解明することは困難だろうな。結局、ひろこはいつ生まれたのか、いつ結婚したのか、いつ亡くなったのか全部はっきりしないってことね。光秀の息子明智光義。明智光義はひろこと光秀の間の子供と伝わっている。だが青年などの詳細なことは分かっておらず、光義が歴史の表舞台に立つのは天正6年に光秀が丹波の国で亀山城を追記中のことだ。息子も記録が残ってないのね。また、天正10年の5月に、光秀が山城の国愛宕山御坊の一つである伊徳院で読んだ連歌で、光義は歌の結びの句である結句を読んだとされている。しかし、偉人の記録はなく光義自身の特に目立った行動はないな。歌会に参加してるくらいだから、父譲りの才覚はあったのかもね。ルイス・フロイスは光義のことを欧州貴族のように優美な人物と評価しているから、光義が光秀よりしっかり教育を受けていることはわかるな。そんなに褒めるっていうことは、容姿端麗だったのかもね。天正10年の6月に本能寺の変が起こる。光秀は実質的に天下を取ったことになるが、細川忠興に送った手紙には、天下を取るために信長を討ったわけではないこと、近畿を平定した後に忠興と光義に政権を譲りたい旨が書かれていた。光秀自身は天下人になる気はなかったのか。当の光義には本能寺の変の際に亀山城にいた説と、近江の国坂本城にいた説の二つがある。まず亀山城にいた説では、本能寺の変のことを聞き、父である光秀が人道に背いたことを嘆き、そのまま病死してしまう。まあ息子としてもショックでしょうね。次に坂本城にいた説では、本能寺の変後の山崎の戦いで敗走した明智秀光と共に、中川清秀、高山右近の攻撃を受けて城を枕に自害している。全然違う説が出てきたわね。どちらの説でも最後に光義は亡くなってしまうが、
なぜ死亡説が二つあるのかというと、光秀には光吉の他に二人の息子がいたからだ。ああ、どっちがどっちかわからなくなったのか。二人の息子は自然丸と乙女丸といい、二人も光吉と同時期に亡くなっているが、誰がどの城で亡くなったのか確たる証拠がないので、光吉の死についての説が二つになっていると考えられる。でもどちらにしろ、光吉は本能寺の変後に亡くなっちゃったのねー。光秀の娘細川ガラシャ。光秀の妻子でもはっきり存在がわかっている人物がいる。それが細川ガラシャだ。母は広子で父はもちろん明智光秀だ。これは後の世でも有名な女性ね。細川ガラシャは、永禄6年に光秀の三女として生まれた。本名は明智玉、または玉子という。そして光秀の主君である信長の命により、15歳で結婚した。相手は細川家当主である細川藤隆の息子、細川忠興だ。藤隆と光秀は仲が良かったから、いい縁だったわね。光秀は、もともと藤隆の部下だったが、共に信長に仕えるようになり、信長は光秀を高く評価重用した。信長に藤隆よりも先に仕えたこと、多くの手柄を挙げて信長から信頼を得ていたことから、明智光秀と細川藤隆の地位は逆転し、光秀に藤隆が仕える形となっていた。ええ、光秀の優秀さがわかるわね。家臣の婚姻を積極的に政治利用する信長の命により、光秀と藤隆は互いの子供を隠籍させることとなった。遠野ガラシャと忠興は同い年で美男美女。特に細川ガラシャは、信長が人形のように可愛い夫婦と評し、羨むほどの美人だったそうだ。広子も美人の噂があったから、その血を引いたのかもね。忠興は後に天下一気が短い人物と言われているが、ガラシャも聡明で意見をはっきり言う性格だったとされているので、お似合いの夫婦だったかもな。美人的の強い性格か。それもありだと思うわよ。天正10年6月、父光秀が織田信長を討つ本能寺の変が起こる。本能寺の変の後、光秀は細川藤隆、忠興親子に支援を要請をするが、親子は応じなかった。細川ガラシャは、逆臣の娘になってしまったのね。逆臣の娘細川ガラシャは、本来であれば細川家から離縁されて当然の立場だった。本能寺の変から3ヶ月後、細川家に嫌疑がかからないよう、また旧織田家の者からガラシャの命が狙われないようにするため、忠興はガラシャと離縁することを決断する。ガラシャも忠興もかわいそうね。もっとも、これは表面上のことで、実際は帰るところのないガラシャを、丹後の国の御殿にある屋敷に隠姓させた。こうして事実上、細川家によって保護されたガラシャは、この地で2年にわたる隠姓生活を送ることになる。離縁は形だけのものだったのね。ガラシャが隠姓したのは、御殿城の目白で、周りに数軒の家のみが並ぶ寂しい場所だった。隠姓中は、ガラシャが結婚する際につけられた孤児住や、細川家の親戚筋にあたる清原家の清原マリアラ次女によって支えられていたと言われている。お姫様にとっては辛い生活ね。天正12年、忠興とガラシャの別居生活を聞いた秀吉は、ガラシャを許し、細川家に戻すよう忠興に伝える。こうしてガラシャは、ようやく細川家に戻ることができたわけだ。よかったわね。しかし、逆臣の娘というレッテルを覆すことはできないため、常に行動を制約、監視される軟禁状態の生活を余儀なくされた。天正12年にガラシャは大阪の屋敷へ戻る。幽閉生活は終わったが、今度は夫忠興の厳しい監視下に置かれることとなった。仲が良かったのに、本能寺の変のせいで忠興が変わっちゃったの？いや、関係ないだろうな。忠興は愛情深い一方で、激しやすく嫉妬深い一面もあり、ガラシャに見とれた庭師をその場で手打ちにしたという逸話が残っているほどだ。確かに天下一気の短い男だわ。てか嫉妬が深すぎない？長い幽閉生活を送り、屋敷でも監視下に置かれていたガラシャは、鬱状態になっていく。離れていく妻の心を取り戻すためか、忠興は監視を強めるが、そのことがより一層ガラシャを信仰へと向かわせることになった。そうか。不自由な生活の中で、信仰を求めたのね。天正15年、忠興が九州征伐へ出陣している隙に、ガラシャはカトリック教会を訪れた。実はガラシャが教会に行ったのは、生涯でこの一度きりだ。へえ、熱心な信徒って聞いたから、毎日通うぐらいだと思っていたわ。その場で洗礼を受けることは叶わなかったものの、書物などを通じてキリスト教の信仰を深め、侍女たちに洗礼を受けさせた。そして侍女を通じて、自宅で密かに洗礼を受け、宣教師から洗礼名としてガラシャの名を授けられたんだ。ガラシャってどういう意味なの？ガラシャとは、ラテン語で恩寵神の恵みの意味だ。洗礼名は聖人からつけることが多いが、ガラシャの本名の玉には宝石貴重なもの玉物という意味があるから、宣教師がそこから取ったのかもな。すごくいい意味の言葉ね。
ガラシャが洗礼を受けたのは、天正15年7月に豊臣秀吉がバテレン追放令を発したすぐ後のことだ。バテレン追放令は、キリスト教の宣教と南蛮貿易を禁止し、宣教師の国外退去を命じた。なんてタイミングの悪い。だが洗礼を受けたガラシャは心の落ち着きを取り戻し、生来の聡明な振る舞いを見せたそうだ。しかし受洗を知った忠興は激怒し、禅宗に戻るよう迫ったが、ガラシャは頑として聞き入れなかった。まあ自分の妻が、主君の命令を破っているのはまずいわよねー。ガラシャへの当てつけで側室を5人持つと言い放つ夫に対し、ガラシャは真剣に離婚を考える。しかし、キリスト教では原則離婚が認められていないため、宣教師の説得により思いとどまることになった。忠興、キリスト教に救われたわね。慶長3年に豊臣秀吉が亡くなると、その後石田三成を中心とする豊臣派と、徳川家康を中心とした徳川派という天下を二分する争いが勃発する。ガラシャの夫忠興は徳川家康に従い、上杉征伐へと出陣した。関ヶ原の戦いが始まるのね。忠興は、屋敷を離れる際、常にもし自分が不在の時、妻の名誉に危険が生じたなら、習慣に従い、まず妻を殺し全員切腹して我が妻と共に死ぬようにと、家臣たちに命じていた。残酷に感じるけど、当時は負けた側は一族処刑にあっちゃうからね。忠興が出陣した隙に、豊臣側の中心人物だった石田三成は、大名の家族を人質にして豊臣側に引き込むべく画策する。最初に標的となった人物が細川ガラシャだった。三成は使者を送り、細川ガラシャを人質に取ろうとしたが、拒否される。へぇ、三成って裏でそんなことしてたのね。これを受けた三成は、翌日、屋敷の周りを兵に囲ませ、実力行使に出た。家臣たちから報告を聞いたガラシャは、少し祈り、屋敷内の侍女らを全員集める。そして我が夫の命令通り、自分だけ死にたいと伝え、集めた侍女や夫人たちを外へ逃がした。家臣たちの命は守りたかったんだ。キリスト教において、自らの命を絶つことは大罪だ。そのため、ガラシャは家老の小笠原秀樹よに槍で胸を突かせた。解釈した小笠原秀樹よも、ガラシャの遺体が残らないよう、屋敷に爆薬を仕掛けて火を放ち、他の家臣たちと共に自害した。悲しい話ね。ガラシャは、武士の妻として、キリシタンとして、潔くも壮絶な最後を遂げた。このガラシャの死に様は石田三成にも衝撃を与え、これ以降大名の妻子を人質に取ることをやめたそうだ。武将から見てもあっぱれな死に様だったわけね。細川ガラシャの死を知った忠興は、声を上げて泣いたと言われている。その悲しみは深く、受洗にあれほど激怒したにもかかわらず、教会葬を行ったほどだった。忠興も不器用ながらガラシャを愛してたのねー。光秀の娘凛、明智凛は光秀の長女だが、本当にお凛という名であったかは不明だ。明智軍記に記されていることからは、凛は最初、明石城主荒木村継ぎに嫁いだようだ。また明智軍記か。しかし、有岡城主荒木村重が謀反を起こし、信長と敵対したことから、光秀が荒木村重を説得に出向いた際、凛は離縁して明智家に戻ったと考えられている。後に凛は明智様の助と再婚した。明智様の助？この明智様の助は、明智秀光であると考えられている。秀光は、光秀の家臣として、1581年には丹波福知山城代となり、光秀が信長を討った本能寺の変では先鋒となって京都の本能寺を襲撃した。へぇ、じゃあ光秀の重臣だったんだ。山崎の戦いでは、安土城の守備をしていたが、山崎で敗戦との知らせを受けて出陣したが、敗れて坂本城に籠城する。その後、光秀が亡くなったという知らせが入ると、覚悟を決めた秀光は、明智家が私利私欲のために謀反をしたのではないと、城内にある財宝を集めて提出した。大義があって謀反を起こしたことを証明しようとしたわけね。そして、1582年6月15日の夜、光秀秘蔵の脇差しを刺したまま、光秀の妻子や自らの正室凛子を刺し殺しか解釈して、自ら坂本城に火を放って自害したとされている。凛もここで亡くなっちゃったのね。どうだった霊夢。何もかもわからないことだらけね。はっきり最後がわかってるのはガラシャくらいで、あとは母親も妻もいつ亡くなったかどころか、本当にいたかすら怪しいわ。そうだよな。探れば探るほどキリがかかってくるような話で、光秀の周りは謎しかない感じだ。これだけ謎が多いと、本能寺の変が謎になっているのも当然な気がするわよねー。まあな。でも謎が多い人物は、やっぱりいつの時代も人の興味を引くからな。光秀が人気なのも、それが理由なんじゃないかな。これからの研究で、少しでも謎が明らかになるといいわね。ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。ちょっと前に秀吉の子供がいないって話をしたと思うんだけど。ああ、秀吉だけが子孫がいないのはなぜかだな。他の有名武将には子供はいないの、信長とか。
て、織田信成さんがそうか。まあ、そうだな。でも信成さん一人だけじゃないでしょ。もちろんだ。他の子孫も滑るのが上手なのかしら。信長の血に滑り上手なんてスキルあるとは思えないけどな。それじゃ、今回は信長の子孫について解説していこうと思う。信長の子供や兄弟の子孫がその後どうなったのか紹介解説するからな。ゆっくりしていってね。1582年に起きた本能寺の変。知っての通り、信長が本能寺で明智光秀に裏切られ自害をしたんだ。子孫がいるんだから奥さんはいたんでしょ。織田信長の正室は斎藤道三の娘、濃姫だ。この二人の間に子供はいないんだけど、信長と側室の間には子供がいた。信長くらいになると100人くらいいそうよね。11人ほどいたと言われているぜ。男性にも手を出していたそうだが、子供はいないと思うからその話は置いておこう。そうだね。側室との間に生まれた子供は男子が11人、女子は6人とか12人いたと言われている。子沢山だ。そうだな。まずは子供の話をしよう。長男の信忠は側室、生駒狐の子供だ。長篠の戦いの翌年には家督を譲られていた、信長の後継者になる人物なんだ。父が亡くなった時はどうしてたの？本能寺の変が起きた時、信忠は同じく京都の明覚寺にいた。信長が自害をしたと知らされて、二条神護所に移動し明智軍と戦うが、結局は自害をしたんだ。長男も自害。子供はいなかったの？いたぜ。嫡男の秀信だ。信長の死後、織田家の跡取りや領地の分配を決める清洲会議で織田家家督を相続したんだ。この時まだ3歳くらいだ。3歳のお子様に何ができると？だから、この後に出てくる次男の信勝と三男の信孝が後見役に就いたんだ。秀信は1600年に起きた関ヶ原の戦いでは西軍について戦った。だが岐阜城で東軍と籠城戦をするが東軍に敗北。高野山に飛ばされてしまったんだ。それから坊主ライフが始まるのね。そうもいかなかった。祖父、信長は高野山攻めをしていたからな。当初はその恨みから拒否されてしまったんだ。それはしょうがない。だがなんとか出家を許されたものの、今度は迫害を受けてしまう。秀信は下山をし、高野山の麓で亡くなったそうだ。死因は自害なのか病死なのかわかっていない。自害だったら親子三代ともってことになるわね。まさか四代目も。いや、子供はいなかったようだ。正室と側室もいたからいてもおかしくはないんだけどな。自称子孫ってのはいたみたいだぜ。つまりは信長の長男の家系はここで終わっているな。終わっちゃったのか。次男の信勝も母親が生駒狐だ。信長が亡くなった後、織田家の後継者になろうとしたが、秀信の後見役になり、尾張と伊賀、南伊勢200万石を相続したんだ。1583年には賤ヶ岳の戦いで弟の信孝と戦い降伏させている。1590年に起きた小田原征伐の後、徳川家康に丘陵への国替えを命じられてしまう。お引っ越しか、めんどくさいね。信勝は命令を拒否したことに秀吉が激怒してしまった。改易を命じられ出家したんだ。怒らなくても良いじゃない。めんどくさいんだし。だがその後、家康の取りなしで赦免され、秀吉のおとぎ衆に加えられた。おとぎ話、枕元で語ってほしいの。雑談相手みたいなものだ。関ヶ原の戦いでは大阪にいて傍観的態度をとっていたそうだ。どっちつかずか。その態度がまずかったようで西軍に組下と取られ信勝の長男と共に改易をさせられた。何度目だ。その後は徳川側に転身し、家康から大和の国宇田郡や神津の国神楽郡など5万石を与えられ、悠々自適な生活を送ったそうだ。悠々自適、羨ましい四字熟語ね。長男の秀勝は秀吉から越前の国大野に5万石を与えられていた。だが父親と同じように関ヶ原の戦いで改易させられた後、父親よりも先に亡くなっている。あらら。信勝の四男、信義が父から神津の国神楽郡に2万石を与えられ小畑藩を立藩した。子孫が小畑藩藩主を務めたんだけど、七代藩主、信国が1766年に明和事件によって失脚し、養子の信親が家督を継いだんだ。親っては読めない。養子といっても織田家と無関係な人物ではなく、信勝の五男、高長の子孫だ。信親は出羽の国高畑藩の藩主になり、その子の信勝が天童藩に移動し藩主になった。それから子孫が天童藩の藩主を務めていく。後の天童よしみである。違うな。五男の高長は信勝が亡くなった後、大和の国宇田郡を継承し、その子孫は信長の弟、信兼が始めた貝原藩の藩主になった。兼っては読めない。さて、続いて信長の三男、信孝だ。
本能寺の変が起きた時は四国遠征の総大将として現在の大阪、摂津の国にいたんだ。あらら、親帰得すぐ帰れって感じね。帰得っていうか信長の不法を聞いて四国攻めを中断し、秀吉軍と合流して明智光秀を撃った。信勝の話にも出てきた賤ヶ岳の戦いでは柴田勝家と共に秀吉軍と戦うが敗れ、信勝に自害を命じられ切腹しなくなった。子供はいなかったそうだ。兄弟に自害を命じられるなんて、言う方も言われる方もきついわね。四男の橋場秀勝。橋場、秀吉の名字なのはなんで？本能寺の変の前に秀吉の養子になっているからな。変が起きた時は秀吉と共に中国征伐に出ていたんだ。これまた急いで帰らないと。そうだな。一緒にいわゆる中国大返しに同行したんだ。光秀との戦いでは弔い合戦の旗印として参戦していた。その後も賤ヶ岳の戦いなどに参戦するが、体調を崩してしまい、18歳の若さで病死したんだ。まだまだ若いのに、残念ね。子供はいなかったの？毛利輝元の養女と婚約はしていたが子供はいなかったみたいだな。さらに残念。五男の勝長は長男の信忠と一緒に二条城で亡くなっている。説明があっさりね。こっちは子供はいなかったの？勝長には子供がいたんだ。長男の津田勝義は父親が亡くなった後は叔父の信勝に仕えたが、信勝が改易された後に加賀前だけを支え、その子孫は金沢藩士として続いていったが、詳しいことは分かっていないな。それじゃ現在も血筋が残っている可能性があるわけだ。ああ、現在も津田姓で生活していると思うぜ。津田さん、あなた信長の末裔ですよ。六男は信秀だ。信長の父親と同じ名前だな。孫悟飯みたいなものか。そうだな、大阪の修道院で洗礼を受け、キリスト教に入信している。父がピンチの時はどうしてたの？本能寺の変の時は美濃の仏性寺にいて無事だったんだ。その後は秀吉に仕え美濃入り軍内の所領を認められていた。亡くなったのは関ヶ原の戦いの前、京都で病死したそうだ。病死やら自害が死因に多いのね。子供はいたんだが、長男は父が亡くなった後、医療を受けなかった。次男については盗賊に襲われ亡くなっていた。だから断絶したと思われるな。死因がまさかの盗賊。七男の信孝。本能寺の変の後、秀吉に仕えた。関ヶ原の戦いで東軍に属したとも、西軍とも言われているんだけど、戦には参加していない。嫡男の高重が江戸幕府で家臣として大海、阿波に戦国を与えられている。今までで一番無難だわ。八男が信吉だ。秀吉に仕え大海の国神崎軍、犬神軍に戦国を与えられた。関ヶ原の戦いでは西軍に属し、首相の大谷義嗣が討ち死にしたが生き残り、無事逃げ延びた。子孫は丹後の国宮津藩の京極高国の家臣になっているな。さらに子孫は水戸市に移住し津田姓を名乗っているが、詳しいことは不明だ。また津田さん。九男の信貞は関ヶ原の戦いの後、家康の家臣になったんだ。長男の信次が病弱だったため、次男の貞興が家督を継いでいる。子孫も徳川将軍家の旗本として仕えているな。安泰でよかったわ。十男の信義は秀吉の家臣になったようだが、詳しいことは分かっていない。どうやら砂人になったみたいだぜ。十一男の長次は秀吉の馬回りになった。馬、回る、どういうこと？馬回りってのは護衛や伝令の役目を持つ職のことだぜ。兄の信義と一緒に関ヶ原の戦いで戦うが大谷義嗣と共に亡くなっている。あらら、兄は生き延びたのに。ざっとこれで信長の子供11人の紹介をしたぜ。正直、全員信で役わかんないけど、大体わかった。でも、信松は何番目の子供だったっけ？そんなお粗末兄弟みたいな奴はいなかっただろうが。ここまでは直系の話だったけど、傍系の子孫もいる。信長の弟、裏臭いだ。信はつかないんだね、少し安心した。信長とは13歳離れていて、元服後は信長の長男、信忠の配下についていたんだ。それじゃ本能寺の変の時は、自害した信忠と一緒にいたが、裏臭いは生き残っているぜ。その後は秀吉に仕えおとぎ衆になったんだ。信勝と同じ仕事だ。関ヶ原の戦いでは東軍につき、家康から大和の国内に3万石を受領している。裏臭いの四男、長政が父から大和、摂津の国内に1万石を与えられ、柴村藩が始まった。五男の尚長も同じく大和の国内に1万石を与えられ、柳本藩が始まったんだ。弟は一人なの？いや、兄弟も11人いるぜ。それ全部聞かされるのは遠慮したいわ。もちろんだ。だからあと一人だけ。さっきも出てきた信長の弟、信兼。秀吉のおとぎ衆になり、貝原に3万石を与えられた。
それから貝原藩が始まったんだ。信兼の孫、信勝に子供がいなかったことから、信勝の五男、高長の子孫が藩主になる。もうごちゃごちゃしてきたわ。結局、信長の関係者で残っている藩は何なの？江戸時代末期に残っているのは信長の次男、信勝から続く天道藩と貝原藩。信長の弟の血筋、芝村藩と柳本藩だ。4個ね、了解。1867年、江戸幕府15代将軍、徳川慶喜が政権を朝廷に返上した大政奉還が起きた。この時に朝廷は大名を召集し参内するよう命じたんだ。行かないといけないの？行くか行かないかで旧幕府か新政府に着くかの意思表示にもなるからな。ここで各藩の動きに違いがあった。貝原藩藩主、織田信親は朝廷の求め通り上洛した。それとは逆に柳本藩の信重、芝村藩の長安は病気を理由に上洛を延期した。仮病だね。どうなんだろうな。それに天道藩の信道も病気を理由に自分の長男を参内させたそうだぜ。三人とも新政府に乗り気じゃなかったのかしらね。政権を返上したものの、未だ政治を取り続ける旧幕府を排除するべく、王政復古の大号令が明治天皇から発せられた。現代でもなかなか辞職しない政治家っているもんね。だが幕府は逆に倒幕側の薩摩を撃つべく倒薩の兵を朝廷に発し、鳥羽、伏見の戦いが勃発した。よし、戦争だ。朝廷に参内した貝原藩の信親は新政府軍に加わり、京都御所などの警備に当たった。柳本藩の信重もすぐに老臣を京に送り、自分の立場を表明したんだ。他の2藩は、芝村藩は戊辰戦争では幕府軍、新政府軍のどちらにつくのか態度を表明しなかったんだけど、新政府側についたようだな。今のところ新しい権力に従順ね。天道藩は当初は新政府側につき、欧州の道案内などをしていた。だが、新政府軍に対抗する欧越列藩同盟が結成されると、天道藩も同盟として加わり、やがては敗北をしたんだ。藩主は隠居し、所領に戦国を没収されてしまった。逆らうから。その後、貝原藩、柳本藩、芝村藩の藩主は1869年の藩籍奉還で藩知事に任命された。だが2年後には廃藩置県があり、それぞれの藩は廃藩になった。藩知事たちは強制的に東京に移住することになる。あらら。1884年、明治政府は家族令を交付する。信親や長安、信孝の息子、信成の弟が子爵の爵位が与えられたんだ。こうして織田家の血筋たちは貴族院を構成する議員になっていった。よかったわね。でもそんな偉そうな人たちだけじゃないでしょ。もちろん信長の子供で津田姓を名乗って生活をしていった人たちもいるな。ただ家系図が残っているのは次男の信勝の家系のみだそうだ。今どれくらい信長の血を継いでる人っているのかな。織田姓だけで数えると、日本には33,400世帯がいる。津田姓を含むともっと多いだろうぜ。あれ、信成さんは？フィギュアスケート選手の織田信成さんは信長の七男、信孝の末裔らしい。そこか。子孫は江戸時代には旗本を務め、明治維新の時には写真技師をしていたそうなんだ。だが、信成さん自体は家系図に不明な部分があって、正確なことはわからないそうなんだ。まあ、信長の子孫じゃなくても、ちゃんとスポーツ選手として活躍してたから、別に良いよね。さて、これで信長の子孫の解説を終えるぜ。とりあえずはまだ信長の血が現代に残っていることはわかったわ。で、私は、信長の何の末裔なの？そういう話だったか。当たり前じゃないの。秀吉じゃなければ、信長かなって思って。多分、霊夢は前も先もない、お前だけで終わるぜ。むしろ永遠に生きるけどね。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。平安末期の武将で、現代でも人気の源義経。最後は妻と子と共にこの世を去ったと、言われているが、実は子が生きていて、後世に子孫を残していた、というのが今回のテーマだぜ。もしかして、その子孫って私のことかしら？絶対に違うぞ。義経がどんな最後を迎えたか、生き残った子がどんな人物で、子孫はどうなったかを解説していくからな。よろしく。それじゃあゆっくりしていってね。源義経といえば、兄頼朝の打倒平家の挙兵に馳せ参じ、戦の天才と称されるほど、戦場で類稀な才能を発揮した武将だ。1185年の壇の浦の戦いでは、船から船へと飛び移り八艘飛びなんていう伝説も残すとともに、平家を滅亡に追いやった最大の功労者になったぜ。私なら9艘はいけるけどね。平家との戦いが終わり、一躍英雄になった義経だが、ここが絶頂期だった。その後、頼朝との間に確執が生まれると、鎌倉を追い出された挙句に、
無本人として朝廷から追われる身になってしまったんだ。お兄ちゃんのために頑張ったのに、追い出されたり追われたり、どこに行けばいいのかしら。行き場を失った義経が頼ったのは、現在の岩手県奥州平泉だ。この時、妻と娘と息子を連れて平泉に来たと、鎌倉時代の歴史書吾妻鏡には記されているぜ。幕府も朝廷も義経を追ってるんでしょ？なのに、平泉は安心なの？ああ、莫大な財力と軍事力を持つ平泉を治めていた藤原の秀衡にかくまわれていたからな。戦場を離れ平穏な日々を過ごす義経だったが、秀衡が病気で倒れてから事態は急変する。何が起きちゃうの？秀衡は息子らに義経を主君とし、頼朝に立ち向かうよう言い残し、この世を去ったんだ。だが、息子康平はそれを破ってしまったから大変だ。破ったっていうことは、頼朝に屈しちゃったってこと？その通りだぜ。これまで頼朝から義経の身柄を引き渡すよう、再三要求されていたんだ。康平はこの圧力に屈し、義経を差し出そうと襲撃したぜ。そんなもん義経が蹴散らしちゃうもんね。残念だが、義経はここで最後を迎えるぜ。義経最後の戦いは1189年の衣川の戦い。康平が差し向けた500騎の兵から、義経を守るために家臣たちは奮闘するが、多勢に無勢だ。次々と家臣たちは撃たれていく。そんな中でも武蔵坊弁慶の死に様は、現在ではことわざとして残っているぜ。わかった、弁慶の泣きどころ。弁慶ですら蹴られれば泣いていたがるすねのことだな。確かに弁慶が登場することわざだが、違うぜ。だったら、弁慶の、何かしら？弁慶の立ち往生って聞いたことないか？聞いたことないかも。弁慶は敵兵を義経の元に向かわせまいと、雨のように降り注ぐ矢を受けても倒れることなく立ちふさぎ、薙刀を杖にして立ったまま絶命したそうだ。凄まじい死に様ではあるが、進むことも退くこともできず、身動きができない状況の例えに使われているぜ。なるほどね、明日使ってみる。使う場面がない方がいいと思うけどな。さて、家臣は全滅し、弁慶もやられ、康平の軍勢が差し迫る中、追い込まれた義経は、自ら幕を下ろすことに決めた。もはやここまでかと、妻と子を手にかけると、後を追うように自らの命を絶ったぜ。奥さんと子供だけでも逃がすことはできなかったのかしらね。逃したとしても、捕まってひどい目に遭わないようにってことなのかな。こうして、義経も子も同時にこの世を去り、断たれたと思われた戦の天才義経の血。ところが、実は息子は生き残り、血脈を繋いだという伝説が残っている、というのが今回のテーマだぜ。まあ、義経が生存し、いずれチンギスハンになったという伝説もあるが、それは置いておこう。でも、どういうトリックを使ったの？息子の身代わりを死体を使ったとか？そんな推理小説みたいなことはしないな。まず、軍記物議景気によると、義経は妻と娘、そして息子の三人を手にかけている。これが確かなら間違いなく義経の血は途絶えたことになるな。ところがだ、吾妻鏡によると、平泉に逃れてきた時には、妻と娘と息子がいたとは話したよな。なのに最後のシーンには息子が登場せず、その後、行方知らずになってしまっているんだぜ。だったら、どこ行っちゃったのかしら？そもそも、義経には4人の子、息子と娘が2人ずついたとされている。一人は愛称の静か御前との間に生まれた息子だ。義経の息子といえば、この子にまつわるエピソードが有名だな。どんな？静か御前は追われる身になった義経と逃亡を図ったが、彼女は捕らえられてしまったんだ。この時、義経の子を妊娠していたため、頼朝から子を言い渡された。生まれてくる子が女なら助けるが、男なら殺すってな。なんでそんなひどいこと言うのかしら、血も涙もないわけ？結果、生まれてきた子が男の子だったために、生後間もなくして由比ヶ浜に埋められてしまったぜ。う、お母さんも赤ちゃんもかわいそすぎるわよ。母がわからない子も一人いる。源の有綱という、頼朝の挙兵時には共に平家と戦った武将であり、義経が謀反人のレッテルを貼られた後も、一緒にいた義経の家臣がいた。その有綱の妻が、義経の娘だと言われているんだぜ。というのも、吾妻鏡にこう記されているんだ。有綱が義経の婿だと称し、荘園をかすめ取っているってな。なんだかあまり良くない書き方されてるわね。しかも称しって、本当に義経の婿なの？自称義経の婿ってことなんじゃないの？婿であることは確かなんだろう。だが、この娘というのが、どんな人物なのかがよくわからないんだ。頼朝挙兵より前に、義経が平泉で過ごした時に生まれた娘だという説があるけどな。だがもしそうなら、娘は10歳未満で、一方の有綱はいい大人だぜ。今なら完全にアウトだけど？この当時でもちょっと無理があるから、娘というのは実子ではなくて、養子じゃないかと考えられているぜ。だったらセーフだね。それでも年齢によるけど、今二人は紹介してもらったけど、残りの二人が平泉に一緒に来た子供ってこと？その通りだ。
義経の子、残り二人は、正室里御前との間に生まれた娘と息子だ。彼女らが義経が逃れた際、平泉に連れ立った母子であり、行方知らずになった息子だぜ。清和源氏系図によれば、息子の名は千歳丸だ。里御前と娘は義経の最後を共にしたとは話したが、果たして千歳丸はどこに行ってしまったのか。肝心なことが吾妻鏡には記されていないんだぜ。もしも、見つかりでもしたら、ただじゃ済まないわよね。もう一人の息子は生まれてすぐに殺されちゃったわけだし。その通りだな。これまで、邪魔者となった源氏の血を引く者たちがどうなったかは誰もが知る事実だ。例えば、二代将軍頼家のこの一万は、比企能員の変で対立する北条氏に幼い頃に殺されている。謀反を疑われた頼朝の弟あの全成は子も殺され、同じく兄弟で謀反の罪に問われた範頼は幽閉。その子孫も謀反の罪で殺害されているんだ。謀反人義経の子ならば、間違いなく悲惨な運命しか待っていないよな。改めて思うけど、恐ろしい時代だよね。殺さなくてもいいじゃないって思うんだけど。そう考えると、義経よりも前に、子供が亡くなってるとも考えられない？確かに、千歳丸は3歳で謀殺されたという記事もあるぜ。だが、一方でこんな伝承も多数残っている。衣川の戦いよりも前に、平泉から現在の栃木県にあたる下野に落ち延びたという伝承だぜ。なんでいきなりそんな話に？義経が死を選ぶよりも前、平泉で義経をかくまってくれた藤原の秀平がまだ存命だった時の話だ。秀平は義経に対し、千歳丸を信頼に足る、とある人物に預けるよう助言したとされているんだ。それも何かの書物に書いてあるの？ああ、数々の伝承文献が残っているんだが、その一つを紹介しよう。栃木県の返上寺に残された古事史にこう記されている。日立坊海村という人物が藤原の秀平の命を受けて、源義経の後年祭に預けたとな。別の文献では、預けられた後は養子になったとも書かれているんだぜ。なんかいろいろとお坊さんみたいな人の名前が出てきたわね。どんな人なのか紹介してちょうだい。まず、日立坊海村という人物。霊夢の言う通り彼はそうであり、義経の家来だ。義経が追われる身にあった後、共に平泉の地に逃れていたぜ。だったら、攻め込まれた時に、全滅しちゃった中の一人じゃないの？ところが、ちょうど山寺に参拝に行っていて、ラッキーと言っていいのかわからないが、無事だったぜ。何にせよ、降託されたのはそれより前の話だけどな。ちなみに、義経という主を亡くした海村は、不老不死になって400年以上生きたそうだ。源平合戦や義経のことを、その目で見たかのように語ったとされているぜ。何百年も前に、義経様の子を生き延びさせたわわしなんじゃよ。なんて言いふらしたかもしれないよな。おじいちゃん、その話は何度も聞いたわよ。いいからお風呂に入っちゃってって返されたかもしれないけどわら。それより、なんで不老不死に？昔風に言えば、人魚の肉でも食べたのかしらね。まあ、不老不死に関しては、真面目に受け止めなくともいいと思うがな。では、義経の子千歳丸を養子にしたとされている年祭。なお日立入道年祭、もしくは中村とも宗ともいい、鎌倉幕府の御家人の一人なんだ。それって一番預けたらいけない人なんじゃ。確かに、頼朝に従う立場にある人物だから、義経の子を捕まえるのが役目だし。義経がこの世を去った後、頼朝は平泉へ攻め込んだ奥州合戦が始まるんだが、この時には息子らが功績を立てたと吾妻鏡に記されているぜ。そんな人に預けて大丈夫？もっと手柄が欲しくなって、千歳丸を頼朝に差し出したりしない？その心配は無用だし、どういうわけか義経の意地を養子に迎えた年祭本人にも被害はなかったぜ。なんでなんだろ？ただ普通にバレてなかっただけ？最初はそうなんだろうな。何？最初はって？その話はまた後でするとして、もしかすると年に死に被害がなかったのは頼朝の関係にあるのかもしれない。どんな関係があるっていうの？年祭には大臣の局と呼ばれた娘がいて、彼女は鎌倉御所の女官だったんだ。ところが、いつの間にか頼朝の愛人になり、なんと子を授かっているんだぜ。将軍の子？それが頼朝の妻の北条政子に知られることになり、怒りを買ったようだな。大臣の局は鎌倉から追い出され京へと移り、頼朝から与えられた土地で生活をしていくことになった。頼朝もちゃんとフォローはするんだね。でも、子供はどうしちゃったの？出家し僧侶になって上陽と名乗っているぜ。上陽が7歳の時に養育者を決めることにしたが、有力御家人は北条政子の顔色を伺い、皆辞退したそうだ。それでも、父頼朝は上陽にこっそり会いに行き、守り刀を与えたとされているぞ。子供にもフォローするんだちも涙もないと思ったけど、意外と人間だったんだね。年祭が将軍の血を引く孫とどれほど関わっていたかはわからないし、祖父だからといって、頼朝が見逃すかもわからない。どんな事情があるかはわからないが、年祭は疑われることもなかったようだな。何にせよよかったわよね。
年祭を紹介するのに、絶対に外せない情報があるんだ。実は年祭という人物、とある有名な戦国武将の家の始祖なんだが、誰かわかるかな？信長？秀吉？それとも、私？どれも不正解だぜ。こらが平泉に攻め込んだ奥州合戦で功績を立てたと話しただろ？頼朝は彼らを称えて、褒美に現在の福島県伊達郡を与えたぜ。その際に、これまでの姓を改めて、土地の名前から伊達を名乗るようになった。もう、お気づきだろうが、年祭は政宗を輩出した伊達氏の初代当主なんだぜ。独眼竜政宗の？そんな人に義経の子供が養子に入ったってことは、政宗には義経の血が流れてるってことなのね。驚きだわ。勘違いさせてすまないが、そういうことではないんだ。養子になった千歳丸は中村を名乗り、伊達氏とは別の中村氏を繋げていったからな。なんだ、正直がっかりしたけど、千歳丸がその後どうなったかが気になるわね。では、ここからは義経の意地だと言われている人物、その名も中村友貞について話していくぜ。そもそも中村氏は藤原の不比等の次男房先を祖とする藤原北家の家系で、下野の中村荘に住み始めてから、その姓を名乗り始めたとされている。なんだかわからないけど、もしかしてものすごくお偉いさんだったりする？ではないな。同じ藤原北家の家系には、公家の中でも最高職業を務める九条兼実という公家もいるが、親戚としてかなり遠いんだ。千歳丸の養父年祭は中村氏の二代目にあたり、鎌倉幕府の御家人でしかないのは、さっきも話した通りだ。なんだ、そうなんだね。千歳丸は年祭の養子となった後、義経がこの世を去り、そして奥州合戦が始まった。年祭の息子の活躍の結果、年祭は伊達の地に移り住むのだが、その際、千歳丸は年祭の長男為宗に預けられているぜ。義経の意地の伝承が数多く残っていて、養父はこの為宗だという記録もあるが、はっきりはしないな。まあ、大して違いはないわよね。はっきりしているのは一つ、千歳丸が成人した後、年祭の遺言に従って、千歳丸は中村の姓を相続。中村城主になり中村領を治めていくぜ。あと、名前だが、友貞を名乗るのはまだだいぶ後の話になるし、名前をいくつも変えているんだ。だが、いつまでも幼少期の名で呼ぶのはなんだから、ここからは友貞と呼ぶことにするぜ。よ。さて、中村領を継いだ友貞だったが、一つだけ記録に残っている領主としての実績を紹介しておこう。この中村領という土地はだいぶ疲弊していたそうなんだ。なんせ友貞が継ぐ前は、年祭の三男友綱が預かっていたのだが、幕府の職についていたから、ほとんど鎌倉にいて、土地の管理をおろそかにしていたようだ。あらら、それじゃ農家の人が困っちゃうわよね。そこで友貞は領民のために、用水路開拓に励んだんだぜ。おかげで領地は潤い、領民は友貞に感謝したそうだ。友貞が亡くなった後も彼を慕って、土地で育ち生きた人という意味で親しみを込めて土人として、中村大名人を建立しまつったくらいだぜ。なるほど、領民思いの、いい領主だったってことだね。このように、領民から愛された友貞だったが、残念なことに中村領を離れることになったぜ。なんでまた？転勤かなんか？もしかするとだが、この頃に友貞の決して知られてはいけない秘密、謀反人義経の意地だということが、幕府にバレてしまったのかもしれない。バレちゃったの？って、不老不死が調子に乗って話しちゃったんじゃない？どうやってバレたのかは定かではないけどな。三代将軍源の実朝が為宗に現在の宮城県にあった長瀬穂の開墾を命じたんだ。この時に友貞は年祭の四男為家の鎌倉の屋敷に預けられることが決定した。つまりは幕府の監視下に置かれたってことだぜ。監視下に？そしてこの頃に、朝サダムの名前を名乗るようになったぜ。名前をいくつも変えていたとは話したが、実はこれより前に名乗っていた名前は義宗なんだぜ。義経と一文字違いじゃないの？なんか義経の子供だって、隠す気がなさそう。ああ、どうしても義経を連想させてしまう名前だよな。しかも、これよりも前の話になるが、義経や頼朝に討たれた源義仲の意地の名を語った。大川兼遠の乱が起きたりしているんだ。幕府にとって、義の字を名乗る者が何か起こす前に対処したかったのかもしれない。だったら名前を変えればいいんだね。そういう問題でもないが、確かに義経の意地をアピールする名前は良くないよな。そこで、養父の年祭、またの名の友宗から一文字もらって友貞と名前を改めたんだぜ。この鎌倉の監視下に置かれたタイミングに、名前を改めているんだ。やはり義経の意地だと疑われたゆえに、だと考えられているぜ。で、それからどうなっちゃったの？まさか処刑されちゃったんじゃないでしょうね？いや、命までは取られなかったぜ。もしもこの時に頼朝が生きていたのなら、処刑されていたのかもしれない。だが、すでにこの世を去っていて、将軍の座にいたのは実朝だ。
しかも、将軍よりもいわゆる鎌倉殿の13人の方が権力を持っていたからな。中村氏は欧州合戦で幕府に大きく貢献した家だし、処刑するよりも、穏便に監視するという方法を取ったのかもしれないぜ。だったらよかったけど、返してもらえたのよね？いや、残念ながら中村領に帰ることはなかったぜ。その後の詳細はわからないが、1250年に亡くなるまで鎌倉にいたようだぞ。つまりは亡くなるまで監視下に置かれていたってことか。それでも、処刑されるよりは良かったのかな。こうして、義経の意地だという伝承が残る中村友貞は幕府の監視下にいながら、この世を去った、戦の天才と称された父を持つんだ。友貞にもその才能があったかもしれないが、友貞の戦の記録がないから、その点は不明だが、弓の腕はかなりのものだったと言われているぜ。きっと8層どころか10層くらいは飛べたわよ。友貞さんが亡くなっちゃったし、今回の解説はここまで？いや、せっかくだから友貞の子孫の話もしていくぜ。それじゃ、友貞に子供がいたってことだね。そういえば、話していなかったな。友貞には縫之助という息子がいて、さらにその子は太郎というぜ。なお、息子も孫も弓の使い手だったそうだ。縫之助って、珍しい名前な気がするけど、縫い物が得意だったの？確かに、変わった名前だな。通常、縫之助というと、役人の制服を作ったりする官吏の名称なんだ。縫殿領の官僚がこの名前を称するんだが、勝手に名乗る人も多かったから、友貞の息子もそうかもしれないな。そういうことなんだね。とにかく、友貞が鎌倉行った後も、子供が領地を守ってくれたんだよね。また放置されて、土地が荒れちゃったら住んでる人がかわいそうだもんね。それが、中村氏の領地中村領は別の家に移ってしまった。鎌倉幕府は中村領を、中村氏から日立の国の小栗氏に管理するよう命じたんだぜ。まさかここで小栗旬が出てくるとは思わなかったわ。時代的に登場するとは思ってたけど、まさかね。なんで登場すると思ったのか知らないが、とにかく旬ではないぜ。いずれ中村氏が領地を取り戻すことになるが、それはもっと後の話。なんと友貞よりも5代後の話になるぜ。だいぶかかっちゃったけど、取り返せてよかったわね。随分、簡単に言ってくれるが、もちろん総楽ではなかったぜ。取り返したのは友貞から5代後の常長という人物で、時代は南北朝時代に突入していたんだ。常長は足利尊氏に仕え、北朝側として各地の戦を転々としていたぜ。その中で起きた相模川の戦い。この戦いで執権北条氏の末裔、北条時行の軍を撃破した功績を称えられ、中村領の回復が叶ったんだぜ。つまりは、命がけの休養の回復だったわけだ。おめでとう。こうして、120年ぶりに中村氏が中村城の城主に舞い戻ったわけだが、その後も決して楽ではなかった。足利尊氏が新田義貞に敗れ、九州に落ち延び失脚してしまったんだ。すると、常長は孤立してしまい、日地も察地も行かなくなってしまったぜ。あわわ、どうしたらいいの？常長は生き延びるために、北朝から南朝に鞍替えすることにしたぜ。裏切りじゃないの？そんなのありなの？まあ、自分の都合がいい方に乗り換えるのは、この当時よくあった話だよな。それに、南朝には父の義元や、伊達氏がいたからな。こっちの方が仲間は多い気がするぜ。こうして、これまで仲間として戦っていた足利と戦うこととなった。領地を取り戻せた恩はあるけど、しょうがないわよね。あとは北朝との戦いに勝つだけではあるが、そうはうまくいかない。常長は伊達氏と共に、後醍醐天皇の側近の地の参謀の一人北畠近房の軍として戦いを繰り広げていた。だが、戦況は南朝がかなり不利になると、近房は南朝の本拠吉野に帰ってしまった。常長は敵軍に囲まれる中、再び孤立してしまったんだぜ。なんだか孤立しっぱなしじゃないの。窮地に立たされた常長と伊達氏だったが、なんとか包囲を突破すること成功。ここから常長のターンが来るかといえば、来なかった。今度は伊達氏が東北に帰ってしまったんだぜ。なんでみんな帰っちゃうの？さすがに京王さんも帰っていいのよね？ああ、もちろん中村城に帰還したぜ。だが、北畠も伊達も失った今、どうすることもできなくなってしまった。もう戦いはやめて、ひっそりと生きた方がいいわよ。そんなことをしたら、待つのは中村氏の滅亡だけだぜ。だったら誰かに助けてもらうほかないけど、助けてくれる人なんているのかしら。それがいたぜ。常長に救いの手を差し伸べたのは、敵から坂東一の弓取りと称賛された、宇都宮金綱だぜ。なんか凄そうな人だし、今度は逃げないでしょ。差し伸べられた手を握ってもいいんじゃない？ああ、このままでは滅亡を待つだけだったし、手を払いのける理由はなかったからな。ここから中村氏は宇都宮氏の家臣として、生きていくことになったぜ。もう孤立することがなくなってよかったね。って、次の時代は戦国時代じゃないの？もっと大変な事態が起きちゃうかしら？
霊夢の勘通り、また領地が取られてしまうぜ。なんと、宇都宮氏は有力な戦国大名として成長を遂げると、中村氏はその有力な家臣として宇都宮氏を支えていた。特にこの当時の当主玄格は、宇都宮氏の家臣の中でも5本の指に入ると言われるほどの刀匠だったそうだぜ。もしかすると、義経の血が濃く現れたのかもしれないよな。それに加え、友貞のように領民に慕われていたとも言われているぜ。だったら祖先のいいところ取りってことか。でも、強い氏領主なのに、なんで領地を取られちゃったの？中村領がある場所は宇都宮市と隣国の結城市の間に位置し、玄格は結城市と戦いを繰り広げていたんだ。玄格が5本の指に入る刀匠と呼ばれていたように、結城市には結城四天王と呼ばれる武将が存在した。四天王の一人水野や政村との戦いを制した玄格だったが、領民と祝杯を挙げているところに、政村から野衆をかけられて討ち死にしてしまったぜ。領民に慕われていたことが、裏目に出ちゃったのかしら。この時に領地が奪われてしまったが、城は渡さまいと考えたようで、玄格の息子と木長が逃げる際に城に火をつけ、この時に中村城は消失してしまったぜ。それじゃ、今はないの？そういうことだぜ。初代城主の年祭から、350年ほどで廃城になってしまい、現在は城跡として栃木県指定史跡になっているぞ。そうなんだ、なんだか残念ね。でも城はないけども、奪われた領地は絶対に奪い返したいわよね。もちろんだぜ。と時長が戦い続けた結果、40年かけてようやく領地を取り戻すことに成功したぜ。40年も？だいぶ結構かかっちゃったわね。まあ、その前は120年かかったって言ってたから、それに比べたら早いけども。その後も中村氏は宇都宮氏の有力な家臣として、主を支えることに力を尽くしたぜ。だったら、戦国名物下克上とかはなかったんだね。ああ、なかったし、中村氏が行動を起こさなくとも宇都宮氏は潰れてしまった。え？なんて？宇都宮氏は秀吉により突如家取り潰しになってしまったんだぜ。理由は諸説あるが定かではないな。とにかく、主を失った時長はその後すぐ2年後に亡くなったそうだ。そして、その子の国長には実子が誕生せず、家臣を婿養子に迎え、中村氏を存続させている。ここで友貞の血、つまりは義経の血は国長で断絶したわけだぜ。そうだったのか、残念だったわね。でも、中村氏は続いていくのよね。ああ、しかも中村氏は現代でも続いているぜ。今も？わかっている範囲で言うと、福井県立大学名誉教授の中村満さんが子孫のようだぜ。すでに奇跡に入っているが、もしかすると子孫は続いているのかもしれないぜ。うん、せっかく生き残った子供の子孫なんだもん、ずっと続けばいいわよね。そのためには、孤立に注意した方がいいわよ。さて、これにて義経の子孫の解説は以上だぜ。今更だけど、そもそも義経の子供が生き残ったって話は、本当のことなのかしらね？そもそも吾妻鏡に息子の生死について、何も触れられていないのが、生存説のきっかけではある。それだけでは生き残ったとは言えないが、年祭に預けられたという伝承が多くある上に、友貞が鎌倉の監視下に置かれたという話も、生存説を後押ししているんだろう。実際のところは定かではないが、歴史ロマンとして楽しんでくれると嬉しいぜ。だったら私が義経の子孫を名乗ってもロマンとして受け取ってもらえるかしら？それはない。ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、以前の動画で安倍の生命の謎について解説してくれたわよね。そうだったな。未だに印象に残っているわ。そうか。自分の巫女としての血が騒いだかな？そうかもしれないわ。だけど解説を聞いた後、疑問も湧いてきたのよね。ほうほう、どんな疑問かな？安倍の生命が亡くなった後、安倍一族はどのような活躍をしたのかな？ってね。確かに、安倍の生命以降の安倍一族の話はあまり聞かないな。そうでしょ、マリサ知ってる？もちろんだ。では今日は安倍の生命一族と陰陽師のその後について解説するぜ。わあやったー、お願いします。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。その前に、安倍の生命について簡単に復習するぜ。私が覚えているのは、安倍の生命は85歳まで生きたということね。この時代の平均寿命は40歳にも満たなかったし、生命にとって長生きしたのは重要だったな。そう。生命は40歳の時に天文特号上になった遅咲きだったわよね。天文特号上とは今で言えば大学院生のようなものだから、ここからが生命にとって出世の始まりだったんだ。生命が陰陽博士になったのは58歳で、66歳で天文博士となり、それ以降は各省を転々と移動したのよね。よく覚えていた。生命は、学問よりも占いに関して天才的な才能を持っていたんだよな。一条天皇や藤原道長からも信頼が厚かったんだよね。この時代の陰陽師たちの社会的地位はかなり低かったから、当時の最高権力者と関われるなんて、相当占いの才能が世に知れ渡っていたという証拠になっていた。
そうそう。だから安倍の生命一族や陰陽師についてもっと詳しく知りたくなったのよ。わかった。まず陰陽師について解説するぜ。お願いします。陰陽師という言葉は、もともと律令官僚の名称だったんだ。日本の律令官制では、遅くても養老式陰陽が定められた8世紀以来、中司省の管轄下に、陰陽僚という管理が設けられていたんだぜ。中司省って何？この時代の一番のリーダーは天皇だったが、天皇の命令の原案作りを担当した部署のことだ。ってことは、とても大事な部署じゃない？そうだぜ。8つある省の中では一番権力があった省と言ってもいいな。その陰陽僚には定員6名の陰陽師という官職が置かれていたんだ。なるほど。思いっきり役人ね。そうだな。仕事の内容は天災平乱政変などの国家的な災異についての墨線だったり、国家が土木工事を行う時に関する墨線だったんだ。つまり陰陽師は国家のために占いをする官職の名称だったのね。ああ。ところがそれが遅くとも平安時代中期までには占いを職能とする職人を意味する職業に変わる。ってことは、平安時代中期には、陰陽僚に所属する6人の陰陽師の他にも陰陽師がいたってこと？そうだ。ちなみに陰陽僚には他にも暦博士、天文博士、露国博士といった官職があったぜ。暦博士は暦を作るところと予想できるけど、他の2つはどんな仕事なの？天文博士は、天体や気象を観測するところで露国博士は月日や時刻の確定をするところだな。へえ、今で言うと、テレビ番組の気象予報士は占い師みたいなものだったのね。古代の人々は、天体や気象の異変を何かの予兆とみなしていたから、占いの力を借りるという意味もあったんだろうな。前回の動画で安倍の生命の占い技術がわかったけど、安倍一族って、どんな一族だったのかな？生命の出生地はよくわかっていないんだ。茨城県の猫島とも生命神社がある大阪安倍のとも言われている。出生も伝説か。委員系図によると、父親は大膳大夫のマスキと書いてある。大膳大夫ってどんな仕事？天皇の食事に関係する官職だ。もっと遡ると、倉橋麻呂から始まっているんだ。それってすごいの？倉橋麻呂は安倍内麻呂とも呼ばれていて、飛鳥時代の左大臣だから相当身分の高い人だったな。だが、生命の父方の血筋でも誰一人として陰陽師はいなかったから、生命が始祖と言えるだろうな。生命が陰陽師の始まりかぁ。誤解ないように付け加えるけど、陰陽師の職業自体は生命よりも前からあるからな。陰陽師では賀茂氏の方が資料が残っているんだ。そうなの？ああ。日本最古の系図資料損皮文脈によると、賀茂康則の一族が、天文歴数を司りて一家に領土を兼ぬ。しかるに、安則は歴道をもってその子の三吉に伝え、天文道をもって弟子の安倍の生命に伝う。これより以後、領土を愛わかるとうんぬんとある。ほほう、なるほどね。つまり、どういうこと？つまり生命に天文道の主導権を譲り渡したっていうことだな。今後このポストを賀茂氏と安倍氏が世襲していくことになるけど、その要因として、摂関家との関係がある。摂関家というと藤原氏とかの？そう。この時代は藤原の道長、頼通の全盛期だったんだ。同時に藤原氏は政権を握る過程で多くの恨みも買うことになる。そういえば、昔はよく呪い殺されるっていうのを本当に信じていたのよね。ああ。だから密教の僧侶や賀茂康則、安倍の生命らは陰陽師として盛んに奉仕して家事祈祷をしたんだ。なるほどね。平安時代の活躍はよくわかったわ。じゃあ、その後の安倍一族と陰陽師はどうなったの？よし、じゃあここからが本題だ。平安時代の後は鎌倉、室町と武家政権の時代が続くよな。そうよね。武士と陰陽師にも何か関わりがあったのかしら？鎌倉時代、鎌倉に初めて定着した陰陽師は、1210年上元4年の安倍安貞だ。少し時間が空くのね。そうだな。1219年上級元年、三代将軍実朝が暗殺された時、後鳥羽上皇は実朝の祈祷を行っていた陰陽師たちの職務を停止させたんだ。それは敵である武士の味方をしていたから？ああ。これで京都に帰る道を断たれた陰陽師たちは関東は太平に属すべしという占いをし、幕府方の勝利祈祷を行うことで北条執権体制に味方することを明白にしたんだ。そうなのね。結果としてその占い通りになったわね。そうだな。後鳥羽上皇と北条政権の戦いで有名な承久の乱を境に、鎌倉の陰陽師の数は急増したんだ。そりゃあ、占い通りになったんだから増えそうだわね。だから鎌倉時代の陰陽師は、鎌倉に定着する者、京都鎌倉を往復して要所で活動する者、在京の者と、およそこの3つのパターンに分けられる。そして、このうち関東陰陽道のほとんどが安倍氏だったんだ。生命一族か、さすがね。でもほとんどってことは、他の一族もいたの？その他にもコレムネ氏やトモシラもいたぜ。
当時の京都は陰陽師の数がいっぱいで、多くが新天地の鎌倉を目指したようだな。なるほどね。今だと地方にも出店を拡大する店みたいなものかな。まあそうだな。その後、1287年弘安10年には関東に居住していた安倍晴宗が、陰陽寮の長官である陰陽の神に任じられたんだが、晴宗は安倍氏内では有力な家系ではなかった。同じ安倍氏でも本流と暴流があったってこと？その通り、だから関東での活躍や実力が認められたんだろうな。同じ一族でも大変なのね。そういえば、加茂寺はどうなったの？加茂氏ももちろんいたぜ。加茂寺はほとんどが在京型の陰陽寺だった。鎌倉に行かなくても朝廷とのつながりが深かった分、安倍氏よりも優位だったのかもしれないな。なるほど、本社勤務で活躍する人たちはわざわざ地方に出向しないのね。鎌倉で幕府が開かれたと言っても、まだまだ京都に比べれば鎌倉は地方の一部に過ぎないからな。だが、歴史書吾妻鏡では、陰陽師たちを、御家人とゴースと記しているんだ。御家人って言うと、武士の中でも頼朝直属の部下でしょ？そうそう。だから幕府は陰陽師をそれだけ大事にしていたとも言えるぜ。面白いわね。じゃあ次の室町時代ではどう変化するのかな？陰陽師たちが一つの変化を経験するのが、三代将軍足利義満と安倍有夫の関係に始まるぜ。足利義満って、占いとか好きそうなイメージね。貴族との結びつきを大事にした将軍だからな。安倍有夫は当時異例の速さで陰陽の神になったんだ。安倍の生命の再来かな。1378年令和4年に義満の正室のお三祈祷を行ったことをきっかけに、以後、義満専属の陰陽師として活動するぜ。そして翌年には昇殿が認められ、1384年永徳4年には従三位に叙せられたんだ。それってすごいの？昇殿は宮中の西洋殿にある天井の間に上がることを許された限られた貴族のことで、従三位っていうのも、上級貴族の位だからな。そうなのね。かなり義満にも、朝廷にも可愛がられていたってことか。まあ義満が朝廷側に打診したんだろう。義満は王権が自らにあるのを誇示するために、密教秘法と陰陽道祭祀を組み合わせた大規模な祈祷を日常的に行ったんだ。だから有夫の位を上げたのね。そうだ。最終的に彼は12位まで登るぜ。その後、安倍有夫は土御門家を交渉し、1403年応永10年には若狭の国那田の小上村の土地をもらった。土地までもらえるとは、陰陽師の位も高くなったんだね。そうだな。一時は加茂氏の加茂昭弘が陰陽師を務めたこともあって、彼も従三位をもらっているんだ。まだまだ陰陽師は加茂氏と安倍氏の勢力が強大なのね。ああ。さらに六代将軍足利義教の時に金の小路家が加わり、陰陽道体制が強化されたんだ。金の小路家は安倍一族？いや、加茂家の系統だな。だから今後は土御門家と金の小路家が優位を誇ることになる。なるほどね。その時々の権力者は陰陽道を利用したとも言えるわね。鋭いじゃないか、霊夢。しかし近世になってくると事情も変わってくる。あの織田信長に噛みつかれることになるぜ。え、何をされた？陰陽寮は暦も作る仕事をしているのは前に言ったよな。1582年天正10年暦が、信長が用いている尾張暦と違うことを指摘され、朝廷や公家権威に大きなダメージを与えたんだ。それは陰陽道の権威をも揺るがして、ついには秀吉による1593年文禄2年の、京都大阪奈良市中の陰陽寺100人余りを一斉追放、陰陽の神安倍の久長の逃亡につながったんだぜ。うわぁ、一気に陰陽寺狩りね。そうだな。陰陽寮も一時的に欠職となって、存続の危機に瀕したんだ。大変じゃない、陰陽師たちはどうなったの？1600年慶長5年関ヶ原の戦いで徳川家康が勝利したのは知ってるよな。もちろんよ。その年の11月、安倍久長の朝廷祭祀祀が始まり、高齢だった身の日払いの人形や物意味豚長身が再開されている。なんだか難しい儀式ね。でもつまり陰陽寮は復活したってことよね。ああ。身の日払いの人型は3月上の身の日に、人形に身の汚れなどを移して川や海に流し捨てた行事のことだぜ。ああ、流し雛のことね。そう。物意味とは一定期間、外部との接触を断って謹慎することだが、それをするかどうか陰陽師が占っていたんだ。物意味時には札を門の前に立てたんだよ。どちらも陰陽師が深く関わっているわ。それが再開したのが江戸時代なのね。1683年天和3年には安倍康富に対し、天皇から陰陽道支配のこと、今より以後安倍家に伏さるなり、と臨時が下され、9月には五代将軍綱吉からも諸国の陰陽師支配の許可をもらったんだ。ということは、安倍家が陰陽師を独占した？そうだ。正確にはこの時は土御門家だがな。安倍氏は野望を持ち、全国に神社みたいに陰陽師の組織を作ろうとした。巫女である私の敵じゃない。ははは。
江戸と京都に土御門役所を設け、古組、新組、新進組、財組、売牧組などに組織し、陰陽師拡大に力を注いだぜ。ふむふむ、それでうまくいったの？いや、今神社みたいに陰陽師社がないだろ。結局は安倍氏の力不足で組織化はできなかったんだ。そうだったのね。だが江戸時代にも親神化された安倍の生命の検証が行われていたんだ。じゃあ、あの一時期のブームは江戸時代にもあったのね。そうだ。50年ごとに京都の八条梅小路の安倍指定で祭儀が行われていたんだよ。そうか、それはすごい。1853年嘉永6年清明850年祭の図などから密教ともコラボした当時の陰陽道祭の様子がわかるぜ。それは見てみたいわ。じゃあさ、明治維新で近代化された明治時代になってからはどうなったかな？明治政府によって安倍氏の特権が奪われたぜ。また太陽暦への移行によって安倍氏の暦道官与も廃止された。そうかー。やっぱり文明開化と陰陽道は相性悪かったようね。ああ。諸国陰陽師も官名や大統などの権利を失って平民と同じ扱いになり、陰陽師は世に存在しなくなったんだ。なるほど。今も一時期はブームになったけど、陰陽道は理解されにくい時代だわね。じゃあ、清明の安倍一族は今どうなっているの？実は現在でも安倍一族は存続しているぜ。だが今断絶の危機なんだ。土御門家が作ってきた星で吉凶を表す暦作りも途絶える可能性が出てきている。そうなの？現在に続いていることは嬉しいけど、断絶の危機ってのは悲しいわね。そうだな。時代の流れとはいえ、今でも陰陽道につながるものが日常でたくさん使われているのにな。干支や、曜日、鬼門や風水だってまだまだ現代人の中にも残っているからな。まさか継ぐ人がいないっていうオチになるとは思わなかったわ。陰陽道は今では何か怪しげなイメージが持たれるけど、古代の人々にとっては生活に深く関わった技術であり信仰だったんだ。視聴者の皆さんもこれを機に陰陽師や陰陽道の歴史的意義を考えてもらえると嬉しいぜ。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。最近ね、家族で我が家の先祖の話をしていたんだけど、なんと私たちには戦国時代の武将の血が流れているらしいの。本当なのかな、それ。それで家族で戦国時代について調べていたんだけど、あの徳川家康にも弟たちがいるっていうじゃない。もしかしたら、我が家もその子孫かもね。確かに家康には弟たちがいたんだが、その運命も興味深いぜ。将軍の弟とは思えない波乱万丈な生涯を送っていたからな。やっぱり家康の兄弟とはいえ、戦国時代は大変よね。興味が湧いてきたわ、教えてよマリサ。というわけで今回は、徳川家康の3人の弟について解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。今回は家康の育兄弟の3人を紹介するぜ。その上で重要な人物が、家康の母お代の方だ。どんな人だったのかしら。お代の方は、1528年享禄元年に尾張の国小川城の水野忠政の娘として生まれたんだ。今で言うと愛知県西部あたりだな。ちなみにお代の方の母、つまり家康の祖母であるお富の方は美人で有名だったらしいぜ。へえ、どれほどの美人だったのかしら。あまりに美人だから政治の駆け引きにも利用されたくらいだ。当時、水野忠政は三河の国にも所領を持っていたんだが、同じく三河の国の岡崎城を拠点とする松平清康とお互い関係を深めようとしていた。そんな中、お富の方の美貌に魅了された松平清康が水野忠政に懇願して、妻に迎えたとも言われているんだ。女性が政治の駆け引きに利用されていた時代なのね。まあ、本当かどうかはわからないが、そういうことも少なくなかったようだな。娘のお代の方も戦国の世のそういった争いに巻き込まれていく運命だったぜ。お代の方は1541年天文10年で14歳の時に松平広忠に嫁いだ。これも父水野忠政が三河の国松平宗家との関係を強化したいためだったぜ。お代の方も母と同じように政略結婚をさせられたのね。そうだな。そして翌年、お代の方は松平宗家嫡男となる竹千代を出産。これが後の徳川家康だ。だがお代の方と松平広忠の子は、この竹千代だけで、3年後に父水野忠政が亡くなり、忠政の兄の信元が家督を継ぐと状況が一変する。信元は松平家の主君である今川から鞍替えして、織田家へ従うことにしたんだ。つまりどういうことかしら？お代の方が嫁いだ松平家は今川の味方だ。つまり、信元の妹であるお代の方は裏切り者の妹になってしまったんだ。こういう経緯で広忠はお代の方と離縁せざるを得なくなった。結果、松平家の嫡男である竹千代とは離れ離れになったんだぜ。幼い頃の家康親子にそんなエピソードがあったのね。そうなんだよな。でも戦国時代では、こういったことが普通だったから、
お題の方自身も自分の立場を理解して立ち振る舞っていたようだ。それでお題の方は実家に戻ったのかしら。そうなんだが、離縁した時にはたったの16歳でまだ若かった。そこで兄の麓の意向で、今度は終わりの国のアグエ城にある久松利勝と再婚したんだ。今度こそ幸せになってほしいわ。で、次の嫁ぎ先の久松家はどんなお家柄かしら。久松家は水野家と敵対する佐治氏との勢力争いがあった一族だ。協力関係を結ぶため、もともと、利勝が水野家の女性と結婚していたが、その妻が亡くなり、関係強化のために二度目の結婚という形になったんだぜ。お互い再婚同士ということね。その利勝には長男がすでにいたんだが、お代の方との間に次男安本、三男安利、竹姫、四男貞勝が生まれた。この時期、水野家は今川義元に攻め込まれていて、今川家に従属していたんだが、お代の方は定期的に手紙を送って家康との交流を続けていたらしい。母と子のつながりは強かったのね。そして桶狭間の戦いで運命は大きく変わる。19歳となった家康は、今川の人質となっていたから今川軍に従軍していたんだが、その時にお代の方と再会を果たすんだ。ついに運命の再会だわ。また家康は3人の弟と会うことができて、三河を統一した時には弟たちと働きたいとお代の方を慰めたんだぜ。そして家康は3人の弟に松平を名乗らせて一門としたんだぜ。弟たちとはここで初対面となるわけね。ああ。そして桶狭間の戦いで今川義元が敗れたことで、今川家から家康は独立することができた。お代の方との関係から久松利勝は家康を全面支援。久松利勝は上の郷城を任され、お代の方も上の郷に移住してきたんだぜ。久松家とその子供たちは、家康にとっては大切な味方となったってわけね。そうだな。ここからは家康が一門にした久松松平家の3人の弟を紹介するぜ。まずは一番年上の松平康元だ。久松利勝とお代の方の最初の息子で、もともとは久松勝元と名乗っていた。桶狭間の戦いの後、家康の一門になって名前を康元に改名し松平姓を名乗ったんだぜ。康の字は、家康からもらったのかしら。そういうことだな。康元は父利勝の跡目を引き継ぎ、居城としていた上の郷城主となった。その後は家康の戦いに家臣として参加していくんだぜ。どういった戦いに参加していたのかしら。家康が参加した重要な戦いには、ほとんど参加していたみたいだ。まず武田信玄と戦った1572年元亀3年の三方ヶ原の戦い。この時は康元は21歳頃だったんだが、家康にとっては痛い敗走となった戦いだ。幸先の悪いスタートだったわね。でも24歳の時に参加した長篠の戦いでは、織田徳川連合軍が武田側に圧勝。順調に戦歴を重ねていったみたいだ。他にも高天神城の戦いなどにも参加した後、1590年天正18年には小田原城の守備を家康から任されたぜ。小田原城って何だったかしら？関東地方の有力大名だった北条氏が豊臣秀吉に降伏した時に明け渡された城だぜ。家康が入城したんだが、弟の康元に管理を任せたってわけだ。ここからも家康が康元を信頼していたことがわかるわね。そうだな。そして同じ年に家康から下総の国の関宿藩2万石の所領をもらう。これで立派な大名となったわけだ。さらに1591年天正19年に、下総国に2万石を与えられて合計4万石を有することになった。その後、関ヶ原の戦いを迎えるわけだが、ここでも安元は出陣した家康の後の江戸城の留守役も務めたぜ。ここでも重要な守りを任せられてるからよっぽど信頼していたのね。そうだな。政治の面でも安元の娘たちは徳川家の養女となり、有力大名家へと継ぐことで、徳川家の権力基盤の安定に貢献したんだ。まさに家康のために動いた人生よね。そうだな。そんな家康に尽くした安元は1603年慶長8年に52歳で死去した。だが、その後の子孫は所領を減らし大名の地位を取り上げられてしまうことになったぜ。もし順調に存続できていたら、幕府内でもいい役職に行ける家系だったはずなのにな。江戸幕府が開かれて、これからって時に安元が亡くなったからかしら。信頼されていただけに残念な結末ね。さて次は家康の2番目の弟松平康利だ。康利は久松利勝とお代の方の2番目の子で、もともと勝利という名だったが家康の字を取って改名している。康利も家康にとって貴重な血縁者の一人だったのね。ところがこの康利は3人の兄弟の中で、最も悲惨な運命をたどることになる。そうなの？家康の弟って立場なのに、一体どういった経緯なのかしら。最初は人質として今川家に送られることになるんだよな。
桶狭間の戦いでの今川義元の討ち死を契機に、家康は今川家からの独立を果たすわけだが、家康の正室や長男、長女は今川家に人質として置かれたままだった。当然家康は、この三人の救出を試みたんだぜ。なるほどね。でも実際、どうやって救出したのかしら。人質交換をすることで成し遂げようと考えたんだ。家康自身も幼少期に織田家の人質だったところを、人質交換で今川家に行っているんだが、同じようなことを試みたんだな。戦国時代の人たちって本当に大変ね。まず家康は今川氏真の親戚である宇戸の親子を生け捕りにしようと考えた。宇戸の長照は母が今川義元の妹で、その息子が宇戸の氏長と宇戸の氏継だ。この宇戸の家は神の郷城主だった一族で、桶狭間の戦いの後も今川方としてここで家康と戦っていたんだぜ。神の郷城は久松利勝や松平康元の居城となる城だったわよね。そうだな。ここで宇戸の長照の抵抗に家康は苦戦。宇戸の長照は討ち死にし、生け捕りにできたのは宇戸の氏長と宇戸の氏継の二人だけだったんだ。確か家康が救いたいのは三人だから、人質が一人足りないんじゃない？そうなんだ。そこで当時12歳の泰年を差し出すことにしたんだぜ。泰年を犠牲にして家族を取り戻したってことだな。ええー、義理とはいえ弟よ。でも家康にとっては厳しい選択だったでしょうね。そして月日が流れ泰年が17歳の頃、武田信玄の駿河侵攻により、今川氏真が敗北した。泰年は解放されるかと思いきや、今度は買いに行くことになったんだ。どうしてそうなるのよ？何でも今川家臣の三浦与一郎が武田家に寝返り、泰年と同じく今川家の人質となっていた坂井忠次の娘を連れて行ったらしいぜ。坂井忠次は後に徳川四天王と呼ばれる有力な武将だな。武田信玄にとっては嬉しい手土産となったでしょうね。そうだな。でも信玄と家康は同盟を結んでいたから、泰年は帰る希望を持っていただろうが、実際はそうならず、泰年は武田家で人質にされてしまった。そして信玄は同盟を吐き、家康への攻撃を開始するんだ。泰年にとっては状況が厳しいものになっていくわね。そうだな。そこで家康は泰年を甲斐から脱出させることを試みた。甲斐にスパイを送り込み手配を整えることで、脱出には成功できた。泰年は三河の国に向かったんだが、途中の下山寺は豪雪地帯だったから、大雪の中を歩いた結果、両足の指を凍傷で失ってしまったんだ。泰年かわいそうすぎるわ。それで無事にたどり着けたのかしら？ああ、無事に三河の国まで到着したぜ。家康はそんな泰年の幼少からの働きに感謝して、一文字の刀と大麻の脇差しを送った。どちらも古くから伝わる名工の作品で貴重なものだったんだ。自分の家族のために身代わりになってくれたのだから、家康の感謝も相当なものでしょうね。その後、泰年は目立った戦いに参加はしていないものの、1583年天正11年に駿河久能城の城主になり、7000石を与えられた。でもその数年後に35歳という若さで亡くなってしまうんだぜ。今までの苦労がたたったのかしら、残念だわ。それと泰年には娘はいたんだが、息子がおらず跡取りがいない状況だった。そこでお代の方がその娘を兄水野忠和家の息子と結婚させて婿入りさせ、後継ぎの問題をうまく解決したんだぜ。後にこの子孫は大名にまでなっているようだ。お代の方はいい決断だったわね。母の思いは強しだわ。最後の弟は久松利勝とお代の方の3番目の子供の松平定勝で、途中に苦労もするが、最終的な末路は兄弟の中では一番いいかもな。三兄弟の運命を分けた桶狭間の戦い当時、定勝はまだ1歳だった。家康にとっては可愛い待っていって感じかしら。かもな。そんな定勝は成長すると家康に従い、長篠の戦いや天目山の戦いなどの戦いに参戦したぜ。特に25歳で参加した小牧長久手の戦いの上江城合戦では、2番乗りを上げる活躍を見せたんだ。すごいじゃない。だが、この戦いの後、豊臣秀吉が定勝を養子にしたいという話が出てきた。この話には母を代の方が強く反対し、家康に断念させたということだ。子供のピンチにはいつも出てくるわね、お代の方。でも、なぜ養子に出すことを拒んだのかしら。久松三兄弟の長兄康元は留守にしがちで、次兄勝利は足の指を失っていた。だから末っ子の定勝はそばにいて欲しかったみたいだな。幼少期の家康と離れ離れになってしまった体験も関係しているかもしれないわね。定勝が秀吉の養子にならなかったことで、家康の次男結城秀康が養子になったんだ。この養子話が原因で、定勝は家康から疎まれるようになったと言われてるぜ。そうなの？家康にはその後、冷遇されちゃうのかしら？いや、そこは年の離れた弟だからってことなのか、結局は厚遇されていったんだ。1590年天正18年、家康の関東への国替えに伴って下総の国に三千石を取得。
その後も追加で領地が与えられ、最終的には三万石の領主になり、とうとう美濃国掛川藩の藩主になったんだぜ。疎まれたとはいえ、失勢したわね。さらに家康の十男が誕生した時には、定勝の幼名である長富丸を譲るよう言われた。長富丸は紀州徳川家のその徳川頼信となり、以降、長富丸はその嫡男の幼名となったんだぜ。結局は定勝も家康から信頼されるようになったのね。そういうことだな。家康の死の間際にも息子の秀忠の相談役になるようにも言われ、その後、何かと頼りにされていたみたいだ。そして1624年寛永元年に65歳で亡くなったぜ。幕府の初期において重要な役割を担っていたのね。ちなみに、その後の子孫たちはどうなったのかしら。どうやら優秀な子供たちだったみたいだな。3人の子供がそれぞれ一藩を支配し、それが幕末まで続いたらしいぜ。伊予松山藩、今治藩、そして桑名藩などだったらしいな。途中、家康といざこざがあったとはいえ、定勝は松平家存続に成功したのね。そうだな。さて、霊夢、今回は徳川家康の3人の弟について解説したがどうだった？それぞれ三者三様の人生を歩んできていたわ。やっぱり家康の親戚とはいえ、生き抜くことは難しいし子孫繁栄なんてもっと難易度が高かったのね。でも、そんな中、家康を含め子供たちの行く末を常に思ったお大の方の母親愛は偉大だと思ったわ。そうだな。その母子を通じた結束が徳川の礎の一つと言ってもいいのかもな。ところで霊夢の先祖が戦国武将って話はどこから出てきたんだ？蔵に古い巻物が出てきて、それに書いてあったの、これよ。どれどれ。書いた人はどうやら霊夢のお父さんみたいだぜ。右下に小さく名前が書いてある。私を騙していたのねー、あの親父ー。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。ゆっくり霊夢。ゆっくり魔理沙だぜ。平日の昼間からゴロゴロをゴロゴロを、ああ、親父がトム・クルーズだったらな。ずんの飯尾さんのギャグで切実に願うな。だって、生まれながらの勝ち組じゃないの。私も親が超有名人とか大富豪とかだったら人生360度違ったわ。うん、一周してるから変わってないよな。あれ？確かにその通りで、霊夢の場合、親が誰だろうと変わらないだろうぜ。そんなことないもん。親が勝ち組なら私も勝ち組だし。親が優秀でも子供がダメなパターンってのはいくらでもある。ああ、野球で言うと長島。言うなバカ野郎。今回は日本史に名を残すダメ息子3人を紹介解説するぜ。立派な親の元に生まれた子供が、親の顔に泥を塗った経緯などを解説するからな。生まれ変わった時用に参考にさせてもらうわ。ゆっくりしていってね。まず一人目のダメ息子は戦国三大武人のレッテルを貼られた今川氏真だ。父は今川義元だぜ。義元って言うと、あのおじゃるみたいな人だね。あれって立派な父親だったの？ゲームなどでは公家の姿でおなじみだが、確かに公家生活に溺れ化粧やお歯黒をしていたそうだ。あれでも実は教養があって、領地拡大にも積極的に取り組む、内政も外政にも優れた名君だったそうだ。おじゃるが？息子の氏真にはいつまでも童心でいるなと発言したり厳格な父親でもあったんだぜ。そうは見えない。ゲームのキャラで座から離れろ。義元は1548年に起きた第二次安土坂の戦いを制し、織田氏の安城城をも攻略。領土を駿河と遠江から拡大し三河の地をほぼ支配下に置いたんだ。ちゃんと戦国武将してたんだね。その後に結んだ武田信玄、北条氏康との三国同盟により、領土の東と北からの脅威を取り除いた。義元は西の終わりの侵略に専念し、さらに領土を拝大すべく動き出し、桶狭間の戦いが始まった。織田信長と戦うんだっけ？そうだぜ。戦いは大雨の中で行われたとされていて、織田軍は今川軍本隊と激突することなく、本陣に突撃できたともされている。戦は雨天決行なのね。突撃された今川軍は昼休憩中だった。休ませてあげてよ。九州に防戦するものの数時間後に義元は討ち取られてしまったんだ。そして今川家の当主は義元から息子の氏真に移ることになる。ダメ息子の登場か。そうだ。ここから今川家は衰退の一途をたどっていく。まずはじめに義元の死亡が契機になって、それまで今川家の統治に不満を持っていた者たちが離反を始めたんだ。子供を支えてあげてよ。
中でも西三河の松平元康、後の徳川家康が織田信長と清須同盟を結び、今川家からの独立を確実なものとした。裏切ったな狸親父。三河から今川氏の勢力は排除され、さらには吉本の氏により同盟を組んでいた武田氏との関係も悪化。しまいには信玄が同盟を破棄し、侵攻を開始したんだ。氏真は何してんの？その頃氏真はというと、政務を手放し蹴鞠などに没頭していたそうだ。働け。お前ら言うなぁ。信玄から圧力を受けた氏真は駿河を追われ、たった100ほどを連れて遠江の掛川城に逃げ込んだ。だが家康の軍が遠江にも侵攻を開始し大半が侵略されてしまったんだ。やめろたぬき。正直一日も持たないと言われていたそうだ。だが氏真の家臣たちの奮闘があり、5ヶ月も城を守り抜いた。家臣ナイス延命。でもその後は滅ぼされちゃった？いや、結果的に家康と和議を結ぶことになったんだ。条件は氏真が家臣の除名にしたとも、家臣が氏真の除名を条件にしたとも言われているぜ。結局どっちが助かったの？両方とも助かったぜ。そして家康と氏真が武田軍を駿河から追い出した後は、再び氏真が駿河国主の座につくと盟約をした。だがそれが果たされることはなかった。なんでまた？氏真もその子孫も駿河に戻ることはなかったんだ。だから一般的には掛川城の開門をした時に今川氏は戦国大名として滅亡したと解釈されているんだ。領地がないなら私と変わんないもんね。その後、氏真は文化人として生き、妻の北条方を頼ったり徳川家の庇護を受けながら各地を流浪することになった。ちなみに1575年には父を討ち取った信長とも謁見してるんだぜ。父の仇ってマリを蹴り飛ばしたりしなかったの？いや、蹴鞠の腕を披露したそうだ。それはそれでいい性格してるわね。見る方も見る方だけどっていうか見たいものなの？蹴鞠の飛鳥井流っていう家の宗家。飛鳥井正綱に支持していて技術は優れているからな。蹴鞠にも流派があるのが驚きよね。家康とも会見をし、与えられた江戸の品川の屋敷に移り住んだそうだ。1615年に77歳で亡くなった。蹴鞠を蹴っていただけのダメ息子だったわけだ。そうだな。戦国大名として活躍はできなかったからダメな息子と見られていたが、最近の研究では吉本が亡くなった後の数年間持ちこたえられたのは、氏真に力量があったからこそと見直されてるそうだ。戦国時代に生まれてきたのが惜しかったのかもしれないわね。さて、次に紹介するダメ息子は、天下を取った豊臣秀吉の子マザコンの秀頼だ。母猿から父離れできなかったの？実際、秀頼に関してはほとんど大阪から出ることがなかったせいで、残されている文献は少ないんだけどな。だが、母上の言いなりで自分の意志がなく、必要のない戦いまで起こしてしまいダメ息子と呼ばれている。その母猿は誰なの？秀頼の母は信長の姪にあたる淀殿だ。秀吉には正室との間に子供が生まれず、側室との間には子供ができた。だが生まれてくる子供を立て続けに幼くして亡くし、後取り問題に頭を抱えていたようだ。天下人も大変ね。そこで秀吉は姉の子秀次を養子に迎え後継ぎとして育てる。朝鮮出兵に専念するために関白の座を秀次に譲ったすぐその後、淀殿との間に子供が生まれたんだ。この時、秀吉は57歳、高齢だし念願の実子に大変喜んだろうな。そうなると後継ぎ問題がややこしくならない？ああ。だから秀吉は秀次の娘を秀頼と婚約させ、秀次の後を継がせようと計画する。だが、秀次が謀反の疑いをかけられ切腹晴れて秀頼が後継ぎになったわけだ。まだ幼いんじゃないの？そうだな。だから幼い秀頼に政治を任せるわけではなく、五大老五奉行といった家臣たちに託したんだ。ああ絶対に裏切るやつだ。秀吉は亡くなる前、五大老の筆頭家康に対し秀頼が成人するまで、政治をお前に託すと告げていたそうだぜ。たぬきまたお前か。いよいよ秀吉が亡くなると4歳の秀頼が後を継ぐことになった。だが家康は秀吉の遺言を守る気はなかった。
五大老の筆頭として権力を自由に振るう家康に石田三成が反旗を翻し、関ヶ原の戦いが始まった。これだからタヌキは、しかもタヌキが勝つでしょ？そうだな、勝ったのは家康だ。家康は自らの領土は加増し、秀頼の領土は縮小してしまった。これで完全に豊臣家と徳川の立場は逆転したんだ。マジでタヌキ、いい加減にしろよ。秀頼は反発しなかったのかしら。秀頼は淀殿に長与花与と大切に育てられたんだ。公家のような教育を受けていたって話だぜ。可愛がられて育った子供か。それじゃ反発しないかもね。と言っても身長は当時では珍しく高い190センチメートルほどあったそうだぜ。可愛い子供って感じではないな。どうして猿の子がゴリラになった？まあ秀吉の実子ではないって噂があるからな。淀殿、まさかゴリラと？がたいが良い秀頼だが淀殿の言うことは絶対だった。14の時、家康が秀頼との会見を希望したんだが、チャンスだ。タヌキを鉄砲で撃って、煮てさ焼いてさ食ってさ、あんた方どこさの貸しになってるぞー。会見は淀殿が反対で実現しなかったんだ。結局は家康の六男と会見することになったんだ。その4年後の18歳の時にようやく家康との会見が実現したそうだぜ。18歳、反抗期だったのかしら？むしろそれだけ時間を放っとかれてるなんて、舐められてたのかしらね。いや、家康は豊臣家に残る財産を懸念していた。その資金で兵を起こし幕府を翻すこともできるからな。財産、ください。そこで家康は秀頼に財産を使わせるために自社の再建などを進めたんだ。ぜひ私の再建に。霊夢は手遅れだ。秀頼は亡き父秀吉供養のため方向寺の再建に乗り出した。だがこれが豊臣家滅亡の引き金となってしまう。なんでまた？再建した方向寺の金に不適切な言葉が入ってるって難癖をつけられたんだ。不適切？ F ワード？違うな。国家暗号と、君臣崩落子孫印象って言葉だぜ。バンクラうような言葉は見当たらないけど、あったらここで言わないよな。一言目では家康って名前が分断されているから、徳川家の分裂を祈願している。二言目では豊臣家の繁栄を願っているって読めるそうだ。そう言われればそうね。秀頼が21歳の時、家康は大阪城の退去を命じた。もちろん応じるわけがなく、家康は豊臣家に宣戦布告し、大阪城は20万もの大軍に囲まれてしまうんだ。ゴリラタヌキから逃げて、砲撃に怯えた淀殿が家康からの和議を飲むことにした。そこでも、秀頼が、じゃないんだね。ああ、秀頼をはじめ家臣たちは和議にも反対したそうだが、淀殿の主張は覆らなかった。とことん頭が上がらないのか。和議の条件は城を守る外堀の埋め立てだ。そんなことしたら城の防御力が下がってしまいます。そうだな。しかも家康は外堀だけじゃなく、内堀までも埋めてしまい完全に防御力が下がってしまったんだ。ノーガード戦法は無理ですー。兵たちは大阪城を出て奮闘するものの、敗戦ムード一色。士気はだだ下がりだ。秀頼なんとかしろしー。だが、ここで秀頼のマザコンっぷりが炸裂する。真田幸村が豊臣軍の士気を向上させるために、秀頼自身が戦場に出ることを進言したんだ。確かにリーダーが表に出てきたらテンション上がるわよね。だが淀殿がそれを許さなかった。またお前か。結局、豊臣の総大将秀頼は一度も戦に出ることなく、母や側近、侍女たちと共に自害をしてこの世を去った。死ぬ時も一緒だなんて。もしも家康が大阪城を出ろと言った時に逆らわなければ、この戦いは起きなかったかもしれないよな。それもそうね。逆らったのも淀殿がそう言ったからって説もあるが定かじゃないが、天下人の子供として自ら動いて欲しかったよな。いや、すべては母親の教育方針が悪い。それはあるな。あと一応フォローしておくと、家康と会見した時、秀頼の持つカリスマや実力に恐れ、早めに潰そうと思って戦を仕掛けたって説もあるぜ。だったら母親が潰したとも見えるわね。最後に紹介するダメ息子は、
九州にて権威を振るっていた大友宗麟の息子吉宗だ。宣教師フロイスによると凡庸で助言なしには何事もなし得ない人物だったそうだ。世の中の大半は凡庸なんだけどね。ただし私を除く。宗麟は中国の明朝への派遣をはじめ、琉球やカンボジア、ポルトガルを相手に貿易するなどの経済力、そして優れた武将たちを率いることで領土を拡大し、北九州東部を平定したんだ。これまた大活躍してるお父さんだわ。1559年に文後国や肥後国、肥前国プラス、室町幕府13代将軍足利義輝から豊前国と筑前国さらに筑後国の守護に命じられて、北九州6カ国を治めることになった。どの地方なのかわからないけど、国名が前後で分かれているのはわかった。そこで九州を狙う毛利元就との戦いが始まる。1568年の立花城の戦い、翌年の多々良浜の戦いを制し、毛利の勢力を九州から一掃。大友氏は最盛期を迎えたんだ。また衰退するって不利か。そうだな。宗麟44歳の時、政治から距離を置くべく最後の当主になる吉宗に後を継がせたんだ。ダメ息子の登場である。と言っても実権は宗麟が握っていたそうだけどな。宗麟はキリスト教を軽信していて、日向にキリスト教国を作ろうとしたんだ。そんな父は軍を南九州に向かわせる。もっと穏やかにできないものかしらね。大友軍は寺社仏閣を破壊しながら進軍するが、日向の耳川で島津軍と激突だが大敗してしまった。あらら。守りに徹する大友軍に島津は大攻勢を仕掛ける。大ピンチの大友氏だが秀吉に救われたんだ。猿が？秀吉が島津討伐に乗り出し、九州を平定すると文豪安堵された。しかも秀吉から一文字もらい吉宗に改名。秀吉が禁教令を出すと、それまではキリシタンだったのに一転して迫害に回ったんだ。おい、変わり身早いな。さて、吉宗がやらかしたのは秀吉による朝鮮出兵の時のことだ。何したん？朝鮮出兵で明の大軍に包囲された小西行長から救援要請を受けた吉宗。援軍に駆けつけようとする前に部下からこう報告が入った。小西殿はすでに討ち死にされましたってな。時すでに遅しって感じか。誤報だったんだけどな。ふえー。吉宗はその報告を真に受けて撤退をしてしまったんだ。ちなみに行長は自力で敵軍から脱出し無事だった。ちゃんと確認せず言うこと聞いちゃダメ。さて、吉宗を待っていたのは敵前逃亡に激怒する秀吉だ。秀吉は名古屋城に呼び出し、豊後国を取り上げた挙句、吉宗を幽閉するんだ。秀吉からしたら恩仇で返しやがってって感じかしらね。終わったな。そんな吉宗に挽回のチャンスが訪れる。これが関ヶ原の戦いだ。狸が勝ったやつか。どっちの軍につくの？かつての家臣義弘宗行から東軍につくよう進言されたが、吉宗は耳を貸さなかった。西軍の総大将毛利輝元の支援を受け西軍につき、取り上げられた豊後国を取り戻すべく進攻するが惨敗。今度はちゃんと言うこと聞かないから。今度は徳川に幽閉されてしまった。またかよ。結局は流罪になり死去した。ちなみに吉宗の息子は早いうちに父親から離れ、関ヶ原では東軍についていたから旗本になった。息子はダメでも孫は良かったわね。さて、これでダメ息子3人の解説を終えるぜ。3人ともお父さんと比べられるからダメっぷりが強調されちゃってかわいそうよね。そうだな。同じ血が流れてるとはいえ、実力までは同じじゃないんだぜ。つまりは霊夢がトム・クルーズの子供だとしても、あとはわかるな。ああ、ささっと書いた落書きが1億円で売れねえかな。それでは今日はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。ゆっくり霊夢と。ゆっくりマリサだぜ。ああ、また勝てなかった。お、霊夢、サッカーのライブ中継か？あ、マリサ、そうなのよ。今回は故障選手もいないし、相手は退場が出て10人だしいけると思ったのにな。ガードが全て揃っていても、望む結果が得られないことってあるよな。そういえば江戸時代の初期に、持つべきものを全て持ちながら、天下人になれなかった武将がいたな。そんな人がいたの？よっぽど何かやらかしてしまったのかしら。いや、そうとも限らないんだけどな。
それじゃあ今回は、天下を取れなかった将軍の兄を解説してやろう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。解説するのは、結城秀康という戦国時代終盤から、江戸時代初期の武将だ。秀康が持っていたカードは、徳川家康の実の子にして次男、後継最有力の長男がいざこざで自害。自身も武将として高い才能があったといった感じだ。チートレベルのお坊ちゃまじゃない、チャンスもあるし、一体何があったのよ？まあいろいろだ。次は、秀康が将軍になれなかった理由を、彼の出自や当時の情勢に軽く触れながら見ていこう。秀康は1574年に家康の次男として誕生した。母親は家康の正室である築山殿の世話係であったおまんの方で、当時忌み嫌われた双子で生まれたと言われているぞ。ちなみにもう一人は、生後すぐに亡くなったそうだ。あら、なんだか誕生の段階から、いろいろと本人のせいじゃないところで苦労してる感じだね。双子のくだりとか、どうしようもないって思うけれど、現代の価値観では、双子は喜び2倍ってところだろうけどな。当時の双子は普通の出産と違うと考えられ、恵美子と呼ばれたり、高貴な血筋だと後継ぎ争いに発展する厄介な存在と認識されていたみたいだ。そういった事情もあって、家康とは3歳になるまで一度も対面せず、徳川家の重臣である本田重次と交流のあった、中村家の屋敷で養育されたんだ。本来であれば、お父さんの元ですくすくと育つような立場だろうに、かわいそうすぎるわ。家康も秀康に会いたいと思わなかったのかしら？どうやら、そもそも家康は幼少期の秀康をあまり好いてはいなかったみたいなんだ。それを示す逸話として、家康は秀康に幼名としてオギーと名付けたことがある。この名前は、生まれたばかりの秀康の顔がギギという角張った魚に似ていたから、という説があるんだ。要は不細工な子だと幼名につけたってことだな。ひどすぎる。しかし救いもあった。家康の長男である信康が、自分に妹弟がいるのに冷遇されていることを哀れんで、家康と秀康の対面を叶えてくれたんだ。兄ちゃん、素晴らしいわ。しかし、その兄ちゃんに大事件が起こるぞ。信康の母であり、家康の正室である築山殿が、武田家との内通嫌疑で家臣団によって処刑されてしまうんだ。そして信康自身も、家康の命令によって自陣に追い込まれてしまった。兄ちゃん、痛ましい事件ではあったが、これで秀康は名実ともに後継ぎ最有力として申し分ないポジションになった。しかし、それでも秀康は後継者になれなかったんだ。なんで？直接の理由の前に、当時の国内情勢が関係してくるからそちらを解説しようか。本能寺の変で信長が没すると、家康は旧武田領の会、信濃に兵を出し、独自の勢力を築く。そして、信長の後を継いだ羽柴秀吉と対決することになるんだ。小牧長久手の戦いと呼ばれたこの戦いで、家康は部分的には勝利を得たんだけど、総力戦では秀吉に勝てないと判断し、講和を結ぶことにしたぞ。よく言う、戦術的には勝てても戦略的には勝てないってやつね。そういうこと。この時家康は、秀康を秀吉の元へ養子として差し出したんだ。実質的な人質ということになるかな。そして後の徳川秀忠である、義母弟の長丸を、正式な後継者に据えたってわけだ。これが、秀康が将軍になれなかった一つ目にして、決定的な理由だぜ。うむむ、ライバルとの養子縁組か。確かにこれは帰ってこれないフラグよね。加えて、秀忠の母が秀康の母よりも身分が高く、その上家康の寵愛も厚かったことも原因だと言われているな。かくして、以降の徳川家は秀忠が後継者ということで、規定路線が敷かれてしまった。たださすがに家康も不憫に思ったのか、秀康の人質入りの際には同時切りと呼ばれる平安時代の名刀と、采配を選別として授けたと言われているぞ。家康自身も、幼少の頃は今川家の人質だったわけだから、その辺の心情はわかりそうよね。ちなみにこの同時切りだが、摂津源氏の祖である源頼光が、四天童子と呼ばれる鬼を退治するときに使われたという伝説がある。その後もこの刀は秀康の子孫に受け継がれたんだけど、秀康の孫の三長なんかは、幼少の頃のひどい夜泣きが、この刀を枕元に置くことで治ったという伝説もあるぞ。魅力というか魔力というか、不思議な刀だね。それにしても、息子に鬼退治の刀を持たせてライバルの元へ送るとか、家康の壮大な皮肉かしら。さてどうだろうな。ともかく、こうして11歳の幼さで、親元から政敵の元へ養子に出された秀康だったが、秀吉からは大いに可愛がられたようだ。人質となった同年に元服を迎えるんだけど、秀吉と家康から1字ずつもらって秀康と名乗ることになる。羽柴を名乗ることを許されたり、九州遠征の恩賞として川内に2万石を与えられたりといった待遇を受けたぞ。確かに、普通の人質ではありえない好待遇ね。
秀康自身も、好待遇を与えられているのは秀吉の養子であるという意味の重さを理解していたんだろう。それを感じさせるエピソードがあるぞ。秀康が馬場で馬に乗っていると、秀吉の家臣が別の馬に乗って競りかけてきた。すると秀康は自分に対して許しもなく競りかけるとは無礼だとしてその家臣を切り捨ててしまったんだ。大丈夫なの？人質の立場で、戦時でもないのに人情沙汰とか。ところが秀康は自分の養子であり、その秀康に無礼を働くのは自分に無礼を働くのに等しい。そこをわきまえ、きちんと手打ちにした秀康はあっぱれである。といったコメントを残しているんだ。秀吉ってば、秀康を絶賛しているじゃないの。これは人質じゃなくて、豊臣家のいい地位も狙えるかも。ところが、またも秀康の環境を大きく変える出来事が起こる。1589年、子宝に恵まれなかった秀吉のもとに、男子である鶴松が生まれたんだ。そして、当然のように秀吉の後継者は鶴松、という規定路線が敷かれてしまう。あれ？耳の錯覚かしら？ついさっき同じことを徳川家の解説で聞いたような。錯覚でもなんでもないぜ、霊夢。もちろん鶴松が誕生しなかったとしても、秀吉の縁者である男子の誰かが継ぐだろうから。家康の実子である秀康が秀吉の後継者になるルートはそもそもありえないんだろうけどな。ただ難しいのは、いかんせん秀康にはさっきの手打ちエピソードのように将来性があった。このまま豊臣家中に置いておけば、武勇に優れたこの養子を担ぎ上げる家臣が出てくるなど、家中分裂の種になりかねない状況だったんだ。なんというか、有能なのも考えものね。そこで秀吉は、関東懐柔工作の一環として、下総の大名、結城春友の婿養子へ秀康を送ることとしたんだ。結城氏は鎌倉時代から続き、室町時代には下野守護も務めた名家だったんだけど、当主結城春友には実子がなかったから、秀吉に養子縁組を願い出ていたんだよ。秀吉的には渡りに船って感じね。徳川家の秀康が結城を名乗っていたのには、こんな経緯があったわけね。関東には家康が大名として封じられてたわけだから、実府の近くに置くという配慮もあったみたいだけどな。そして時は流れ、豊臣秀吉が没すると天下の形勢は不穏なものになる。いわゆる関ヶ原の戦いが迫ってくるわけだが、秀康は父である家康の東軍方につくことになるぞ。実府の近くに置いてあげる配慮が、まさか敵味方に分かれることになるとは、秀吉も報われないわね。どうだろう？戦国の世だから、秀吉も秀康のことは、いずれ敵になる有能で好ましい青年くらいの温度感で覚悟していたんじゃないかな。ともかく、北で会津の上杉景勝が、西で石田三成が、それぞれ家康打倒の兵を挙げる。家康は三成との決戦に向かい、上杉軍への抑えの対象に秀康を指名するぞ。俗に北の関ヶ原と呼ばれる慶長では合戦だな。おお、武勇に自信のある秀康のことだから、ここは奮起したいところね。でも家康の命令は固く陣を守って、むやみに攻撃してはならないというものだったんだ。そして、上杉軍は秀康の陣を攻撃してこなかったから、残念ながら秀康がその武勇を天下に発揮することはできなかったんだよ。なぜ？家康は、まだ秀康を嫌っていたの？そういうことじゃなさそうだぜ。諸説あるが、戦の大まかな方針については、家康から東北の味方武将たちに指示が出されていたみたいなんだ。だから秀康は、あくまで家康の代理として残ったという形になる。秀康も戦の経験値は豊富じゃないから、妥当なところではあるかもな。なるほどねー。確かに会社でも、海外留学してきた社長の息子がどれだけ成績優秀でも、いきなり経営を任せたりはしないよね。そうそう、そんな感じだ。仮に家康の息子だからというだけの理由で、東北の地を知り尽くしている地元の大名たちを差し置き、戦術に口を出してしまったら、最悪、軍が分裂してしまう可能性もあるからな。ここではむしろ口を出さないことが正解と判断した、秀康の賢明さが出た、と研究されているみたいだ。確かに秀康は俺様タイプじゃないかも。やるときはやるけど、普段は一歩引いて沙汰を待つ、って感じだわ。複雑な育ちが、いい意味で控えめな処世術の源泉になってる感じだよな。さて、そうしてひっそりと北関東をうまく回していた秀康に対して、秀康の弟である秀忠は別動隊を率いて西に向かっていたんだけど、上田城で真田正幸、信繁の妨害工作に遭う。そしてなんと、関ヶ原の戦場に間に合わないという大失態を犯してしまったんだ。これはやっちまってる、消極的な理由だけど、今度こそ秀康に後継者のチャンスが巡ってきたんじゃない？そう思うだろう？実際、家康はこの失態を見て、秀忠を後継者から外すことも考えたと言われているんだが、結局は秀忠を後継者のまま据え置いたんだ。天下分け目に間に合わなかったのに。ここが秀康が将軍になれなかった理由の二つ目だな。
秀忠を実質的な後継者にして16年もの年月が経っている。ここで後継者を変えるということは、様々な波乱を家中に起こす危険があることを家康は理解していたんだよ。それに失態があったとはいえ、秀忠も決して凡庸な人物ではなかったから、周りに良い家臣がいれば心配ないという判断もあったと言われているな。ああ、最後のチャンスだ。こうして完全に将軍への道が断たれた秀康だが、関ヶ原後は家康から越前68万石の大大名として封じられる。さらに、将軍にはなれなくても、やはり大人物だったというエピソードを3つ紹介するぞ。一つ目のエピソードは相撲の観客の行き過ぎた熱狂を人睨みで黙らせるだな。何それ怖い？どういうこと？家康と秀康が諸大名と共に相撲見物をしていた時に、観客たちが勝負に熱狂するあまり大騒ぎになったんだ。それを見た秀康がすっと立ち上がり、周りを人睨み、観客たちは秀康のその立ち姿を見ると、はっと静まり返ってしまったというんだ。家康もこの様子に驚いて、秀康の威厳は見事なものだと感嘆したらしいぞ。そういうことか。秀吉の部下を手打ちにした時といい、やっぱり天下人の威厳を備えていたってことなのね。私としては、秀康と家康が一緒に相撲見物できるようにまで関係が築けているのが胸厚だわ。確かにな。さて、二つ目のエピソードは恐怖関所強行突破おじさんだ。いやいや、だから怖いってば。まあ聞けよ。秀康が越前から江戸に参勤するために関所に入ると、役人から江戸府内には大名でも鉄砲を持ち込むことはできない、これは天下の法度であると咎められたんだ。しかし自分は将軍の兄だと言って、役人を無視して鉄砲を所持したまま江戸に出立してしまったんだよ。おお、今回は人情沙汰にならなくてよかったわ。でも、さすがに将軍秀忠が許さないんじゃないかしら？この役人もそう思って、慌てて江戸の秀忠に伺いを立てたんだが、秀忠は秀康に成敗されなくて幸いだったとだけ役人に伝えたらしい。どうも父家康は、秀康が兄でありながら将軍になれない無念の胸の内を分かっていたのか、秀忠に対して秀康の扱いについては細心の心配りをするよう命じていたらしいんだ。マリサの紹介の仕方が怖いだけで、どちらかというと寂しいエピソードじゃないの。はは、悪い悪い次は、ちゃんとタイトル通りのエピソードだ。礼節を重んじる秀康、だな。秀忠が征夷大将軍に就位した時の祝いの宴で、かつて慶長では合戦で矛を交えた上杉景勝が、将軍の兄である秀康に上座を譲ろうとしたんだ。しかし秀康は、同じ権大納言でも景勝の方が先人であるということで、これを受けようとはせず、席の譲り合いになってしまったんだ。面白い。礼儀正しい人同士が居合わせるとこういうことがあるのね。結局、秀忠が秀康を上座にする指示に両名は従ったんだけど、周囲の大名たちは将軍の兄であるにもかかわらず、それにおごらぬ態度を取った秀康に感心しきりだったらしい。こうして見ると、なんだかんだで秀康は、将軍になれなかった人生を受け入れることができたってことかしら？どうかな？というのも、秀康が自らの境遇を嘆いた逸話があるからだ。最後にそのエピソードを紹介しよう。秀康が伏見城代を務めていたある日の宴に、歌舞伎踊りの創始者で知られる出雲のお国が呼ばれたんだ。おお、漫画とかでできる女性として描かれる出雲のお国ちゃん。そう、そのお国だ。秀康はお国の芸を大いに褒めたたえると同時に、あの女は無名の身から天下一と呼ばれるほどのものになったが、自分は天下人の兄なのに天下一の男にはなれなかった。無念なことだと嘆いたらしいんだ。うわぁ、最後の最後に悲しすぎる。どうだったかな？以上で天下を告げなかった将軍の兄、結城秀康の解説は終わりだぜ。一般人ならいざ知らず、素養とチャンスがありながら天下人になれなかった無念は計り知れないと感じたわ。面白かったという方は、チャンネル登録やいいねをしてくれると嬉しいぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。